シネマラボ特艦小僧の水曜キネマ探偵団、沖縄屈指の映画教集団シネマラボ特艦小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組、ユーストリームで全世界に配信。シネマラボ特艦小僧の水曜キネマ探偵団。こんばんは。始まりました、シネマラボ特艦小僧の水曜キネマ探偵団でございます。今日もよろしくお願いします。はい、ということで、はい、とりあえず僕ね、5分ぐらい前に来たんですけど、はい、そこら辺の段取りの悪さは勢いでどうにかしろということで、はい、頑張っていきたいと思います。まあ、いつもそんなにちゃんと段取りやってるかというとやってないので。え、そうなの？ないでしょう。そういう感じですよね。とりあえずこの焦りをね、力に変えて頑張っていきたいと思います。はい、はい、ということで早速ですけど自己紹介をしたいと思います。私、シネマラボ特艦小僧の平隆二と申します。よろしくお願いします。お願いします。代表です。代表、はいはい、そしてこの私ですね、クロージャケット、はい、副代表竹富よしみでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミュージシャンでも、はい、ね、今モニターに画面が映ってなくて非常に困ってる俺で、僕は一緒ですよ。黙々と頑張ってください、はい。放送失敗してる？放送失敗してないでしょ。放送はそのままやってるんだよね。はいはい、うん、進めますよ、はい、進めましょう。もしね、映ってなければ映ってないとコメント入れてください。お願いします。よろしくお願いします。はい、そして私の隣、ピンクの高一点、はい、あ、よろしくお願いします。特艦小僧メンバーの戸口美希子です。はい、美希子さんでよろしくお願いします。はい、はい、温かく見守ってください。はい、はい、そしてそのまた隣、若者が、はい、若者です。若者がいます。クロージャージの、シネマラボ特艦小僧かんなもう一度、気を取り直してシネマラボ特艦小僧メンバーの松浦裕二です。よろしくお願いします。松浦くん、よろしくお願いします。ジャージのくだりはもういらないって、はい、そうですね、もうあれやったからやったばっかりに噛んでしまった。わかりました。もうやりません、余計なこと言いません、はい、そして、特艦小僧の重鎮でございます、はい、長老のトーマー林です。長老になった、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんか帽子で、いや、若干帽子だよ。なんかいじりたかったの。あと T シャツが、それだった T シャツ、めっちゃ久々に見たから、これちょっとわかります？かわいいですね。これ何ですか？わかります？ほら、この女の子の足には赤い靴が、キンキンくしゃみするし、もう音の魔法使える。ドロシーですね。素敵ですね。最高すぎて。そして、あれですよね、後ろ、ちょっと話がちょっと、ぶった切りますけど、はい、後ろにもう一人メンバーが待機しておりますね。この壁の、はい、このね、壁の向こう側にはですね、一部、視聴者がですね、大変な待ち望んでる女性、菊村優子さんもですね、控えておりますはずです。なので、ずっと見ていただければ、もしかするとどこかで出てくるかもしれない。どこかで、皆さん、心待ちにしていただければと思います、ね。もう、引っ張る様子が DH として出てきますから、はい、よろしくお願いします。皆さんのね、お便りじゃない、コメントがね、頼りですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。焦ってますよ。画面が映らないよこっちに。あ、さっきから、うん、嘘、みんな放送できてる。放送はできてます。あ、放送はできてるんですけど、ありがとうございます。コメントが書けないという不思議な状況になってますね。あ、そうなんですか。大丈夫かな。まあ大丈夫です。皆さんのコメント見れるんですか？読めます。あ、じゃあそこら辺はね、こっちからの書き込みが今できない。申し訳ないんですけど、コメントはぜひね、読んで、放送の中でどんどんやっていきますので、お話ししていきたいと思いますので、ぜひコメント書いていただければと思います。思いますと、はい、黒トカゲさんが先生すみません遅刻しましたっておっしゃってます。大丈夫です。はい、よろしくお願いします。私も大体一緒です。はい、どっかの誰かさんが出ないって言ってますけど、出ると思いますのでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。あ、そう、金曜キネタンでもいつも言ってますけど、はい、皆さんコメントの参加、あ、コメントですね、これの視聴の参加方法ですね、はい、を簡単に紹介した方がいいと思いますけど、うん、はい、はい、よしみさんお願いしてもいいでしょうか。ちょっと待ってください。今なんかさっきから混乱起こしてる。混乱中です。あ、ごめんなさい、はい、まあ、皆さんね、パソコンなりで、画面、今放送見てると思うんですけど、向かって、画面の右側の方にソーシャルストリームというところが、こっち側かな、こっち側ですね、の方に出てます。こちらの方からですね、ソーシャルストリームというボタンがありますので、クリックすると、ここにですね、皆さんの書き込みが表示されます。こちらの方は Facebook、 Twitter、 あとミクシー、などでですね、
あのアカウントで入っていただければこちらの方でコメントを書いていただければですね、うん、皆さんのお名前とともに、皆さんのコメントが表示されます、うん、私たちはそのコメントをですね、一つ一つ放送中をですね、はい、拾い上げてというか頂戴して、あのどんどんね、あの番組の方で発表していきたいと思いますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。映画に詳しいからちょっと詳しくないからちょっとコメントしていいかどうかわからないという方もいらっしゃるんですけど、はい、むしろそういう時はもう遠慮なくわからないことはもう聞いていただいて、わからない難しい何もっとわかりやすく説明しろと、そういったものがいただければですねもっとわかりやすく噛み砕いて、そうです、ね、流動食のようにどんどん喋っていきたい。何がわからないのかわからない。なんとかあった治りました。なんとかなった。よしみさんの笑顔がよかった輝いております。よしみさんの笑顔が戻ったところで、はい、じゃあメインユンタクに早速入っていきましょう。早速いきますか、はいはい、じゃあ今回ですねメインユンタクとして、もうタイトルいっちゃいますよ、はい、ネタバレごめん、はい、夏の妹がこんなに可愛いわけはないということでございます。ババーババー。何がなんか BGM は流れないけどね。 BGM は流れないちょっとこうなりましたね、はい、ということで今日はタイトルは作ってきてないか今日ね、ごめんなさい。あ、残念。頑張ってました。ちょっとエコーになってましたけど、はい、ネタバレごめんですよね。ネタバレごめん。だから結構この映画の核心というか、まあ、オチとかにつながる、はい、結末につながるようなこともまあこの中で喋ってしまいますけど、まあ、それはそうご了承ください、ね、前回の水曜キネタンが幽霊戦だっけ、はい、という映画です。幽霊戦は別にネタがバレても楽しめるけどただこの作品は、まあ、今回のやつはね、ね、見ていただいた方がいいと思うんですけど、うん、ま、知ってて見ても楽しめるっちゃ楽しめるんだけど、ちょっと見る予定はないんだけど、これを聞いてちょっとネタもバレてしまいますけど、そこら辺も楽しんでいただければと思います。いや私は絶対この話は聞きたくないっていう方は、夏の妹はこれから見なきゃいけないから、はい、という人はぜひアーカイブで見てもらってとか持ってもらうか、もしくは音声オフにしていただいて僕たちの楽しい様子をねそうかのコメントとか動いてる様子だけを見ていただいて察していただければ察する。あとこのそのままのメインユンタクのタイトルを夏の妹がこんなに可愛いわけがないって言ったんですけど、はい、映画の作品のタイトルは夏の妹っていう作品ですよね、うん、しっかり忘れてました、うん、そうですね、はい、毎回ですね、まあ、ほぼ毎度なんですけど、うん、水曜キネマ探偵団では、うん、沖縄と映画に関する、メインユンタク、特に沖縄映画についてですねいろいろお話をしてるんですね、うん、で前回は、幽霊船という、まあ、沖縄が、うん、というか琉球が出てくる、そう、はい、琉球珍しい時代劇をですね、うん、ご紹介しました。幽霊船ですね。で今回も引き続き沖縄映画をですね、しかもなかなか見ることができない作品を紹介しようということで、タイトルの中にもあり、メインユンタクのね、このタイトルの中にもありました、うん、大島渚監督、あの有名な、うん、大島渚監督の、あの有名な、ね、はい、が実は沖縄でも映画撮ってたということで、これが、昭和47年、1972年8月5日公開だそうです。だから1970年前、あ、まだちょうど40年前に、公開されました夏の妹という作品を紹介しようと。で林さんが今ピクーンって、だから今だうちなんちだったらその1972年って言ったらピクーンってくるはずなんだけど、はい、復帰の年、ね、40歳以上の人はそうです、まあ、そうでも本土復帰の年、そう、本土復帰が1972年5月15日だから、うん、はい、その約3ヶ月後に公開された作品、うん、だから復帰してまだ3ヶ月しか経ってない頃、じゃあパスポートをこう見せながら撮りに来て、どうなんだろうな、撮影の時期って書いてあったっけ、はい、あ、こっちはこっち紹介すればいい、あ、まあ、そう、後ろに貼ってあるじゃん、そうなんですよ。ちょっとみこさんちょっと寄っていただいて、これこちらです、この作品ですね、ですね、はい、夏の妹、ね、大島渚監督作品夏の妹、このポスターは、前にもゲストで来ていただきましたね、来ていただいた大城健也さん、沖縄屈指のですね、うん、ポスター収集家でございます大城健也さんから今回もお借りしました、うん、これは夏の妹の、もう公開当時のポスターですね、はい、で、こちらのタイトル、ね、ちょっとこうなんですか、こう海岸、美しい沖縄の海岸ね、まあ、ね、こうなんか少女を追いかける半裸の男、半裸の男、どんな映画かよって思うんだけど美しい背筋、うん、まあこうなんかなんていうの、若者のね、まあ、こう恋愛があるのかもしれない、ね、いい背中だよね、はい、いい背中で、こっちの方にタイトル、あ、キャッチですね、あります、うん、一通の手紙が私を呼んだ、うん、素直子、すごい名前だよね素直子、僕の妹、僕が生まれ育った沖縄で僕は君に優しくしてあげたいちょっとね、なんかやらしいこの素直子ってまずね、あんま聞き慣れないと思うけど、この、うん、
映画のまあヒロインなのかな、うん、主人公、まあ主人公でしょうね、素直な人、素直に子って書いて素直、素直に育ってほしい、そして通称、通称がありますよね、スータン、はい、スータンと呼んでます、自他ともにスータンと呼ばれてますね、はい、自分でもスータン、自分でもスータンはねえとか言ってましたから、はい、という夏の妹の話でも盛り上がってる時にも今こっちの書き込みのところでは、うん、菊村さんが壁に塗り込められてるという設定になって変な盛り上がりを示してますが、今から今無視して今掘りに行きますから待ってて、涙目ババーンってのが出てきてほしい、なんか壁壊してすごい思うんですけど、この番組ってあの見ていただいてる方が、うん、番組の内容と無関係なところで盛り上がってるっていう、いいじゃない、ある意味二次創作的なあっパラレルタイムでやりながらパラレルワールドが存在する、パラレルワールドが存在する、あのナウですね、ナウな感じですあと、あとまあいつもの、この、ね、はい、瀬良俊和さんの沖縄劇映画大全を見る限りですと、ちょっと内容、夏の妹ね、夏の妹の話に戻ります、解説お願いします、一応復帰直後の沖縄でオールロケが行われとは書いてますね、あ復帰直後、あじゃあじゃ あ,、じゃあ復帰し直後ってことは3ヶ月以内に撮影して公開、急いでどうなんだろう、うん、パタパタと、まあ、この通りだったらね、うんうん、まあでもなんだっけ、制作が、大島渚がいた会社の創造者と日本 ATG か、うん、ATG だから、まあ予算はそんな多分ないと思うので、あと ATG は基本的には1000万で映画を撮るというのがっていうパターンだから、うん、予算なく時間もなくだから本当にその可能性はあるっていうことです、ね、うん、あっという間に一月ぐらいで撮って仕上げた可能性はある、ね、映像の感じからすると16ミリフィルムっぽかったんだけどね、ぽいよね、確かにサイズがスタンダードサイズ、ね、いわゆるまあ、の前の昔のテレビって言い方も変だ、アナログテレビの4対3ですね、そうそうそう、に近い正方形に近い形のサイズだったよね、あの作品は確かそう、夏の妹はそうだよ、うん、こっちにクレジットに書いてないか、あこれも健英さんからちょっとお借りしている、ね、ポスター以外でも貴重なのがあるんですよ、はい、貴重なその今ミッコさんに持っていただいてます、これあのアートシアター、ATG のパンフレットですね、定型のパンフが確かあったんですよ、うん、これが夏の妹のパンフで、ちょっとこちらの画面の方で大きくできるかな、こっちに、あここに出しましょう、これも大城さん、あ今あのこちらの方で所蔵してるやつですね、今いい感じ、うん、いい感じで映ってます。随分とこの開けちゃって、開けちゃいましょう。ね、これ、ね、貴重なんでね。決してやめない。いきなりスヌーピーとチャーリーが登場するんだよ、この映画って。はい、はい、あこれちょっとシーンがね、ちょっとまあ出てますね。見にくいかもしれませんが、こういう感じで。こういう感じで。すごいね。劇中写真がね、載ってて。パンフというには、はい、まあだから、ATG のアートシアターギルドの、この写真も特集本みたいな感じだよね、もうほぼ。まあ、そうですよね、うん、それに関連する内容いろいろ作品表であるとか、あのシナリオとかシナリオ再録されてたりとか、まああのまあ、監督、この映画の監督、この場合だと大島監督とは何者かというか、その作品総評ですね、作家論が書かれてたりとか、例えば十三郎先生の、作家論とかありますね、いろいろ書かれてるということで、まあまあそういう感じですか、はい、ということで、で自分まあ、僕のあれ僕の話なんですけど、はいはい、大島渚監督っていうと、はい、やっぱ難しい、なんかアバンギャルド、なんか実験的、うん、もうこれはだからあんまり僕は見てないんで、うんうんうん、あんまり見てないんで、なんかそういうイメージが先行してて、うん、でしかも復帰前後のまだバタバタしてる頃、政治的にもいろいろまだバタバタしてる頃に大島渚監督が沖縄で撮ったっていう時点で、ちょっと僕あまりいいなと思わなかったんですよ。あ見る前って話、見る前にあの食わず嫌い、なんか小難しい映画じゃないかと、うん、そう沖縄とはなんかこのなんか琉球民族がとか、なんか政治的にとか、はいはい、メッセージを込めてるっていうことですかね。段階の世代かな、ひょっとしたら大島渚監督は、うん、あの私大島渚監督に会ったことがあるんです、幼稚園ぐらいの時、違う違う、あの幼稚園、あの電車ホーム、何人駅か忘れましたよ、写真も残ってるんですけど、家族で、そうです、写真、家族であのどこかに出かけようとしてたんです、あの、うん、お出かけをね、そしたらあのいつものあのよくテレビで朝生とかで見るような金の着物をしたおじさんが、うん、金の着物あの切符を買っていてですねあ一人でそう金の着物着てなんかコンっぽい帯をして締めてあの、うん、草履みたいのを履いてあのままの格好で、綺麗な、そうそう、で切符を買ってて、で私の母とおばさんがあーってあーって、あ
手してくださいって言って、あ握手してなんちゃんバカ野郎って言ってくださいとか、おーおーおーみたいな感じで、あのまんま あの金の着物を着て電車に乗ってまして、いい人でした。まあそんなあのなんだお前みたいなことはなかった。ああそうそう、あれはテレビの中の話なんだね。わかんないですけど。あでも結構心よく応じてくださいました。ちょっとなんか気さくな方なのかもしれないですね。おばとも母とも握手をしてくれました。なるほど、なるほど、はいはい、わかりました。作品のすいませんね、まあ、そういうあの気さくな大島監督なんですけど、はい、でもだから撮ってるのが白昼の通り魔とかさ、うん、もう名前からして怖いじゃん。日本の夜と霧とかさ、公私系とかだったっけ、公私系とか、うん、いやなるべくなら儀式とか、ね、通り魔なんて会いたくないのに映画館で会いたくないじゃないですか。日本の夜と霧、あれはもうまさしく団塊の若者の議論を、うん、議論している、うん、光景をそのまま映画にしたっていう、なんか不思議な映画だったよ。ずっと議論ばっかりです、はいはい、議論映画議論アクション、そういうのなんか嫌いなわけじゃないんですよ、うん、見ると 見たら面白いんだけど、うん、好んで見る方ではなかったので、あ今日はちょっと疲れたからリラックスしたいなって見るような映画じゃないよね、うん、どっちかというとね。そうそうそう、よし、ね、よし儀式見ようみたいなさ、いや面白いみたいな話にならないじゃないですか。ならないじゃないならないじゃないならないならない大島渚監督ファンってどういう人ってイメージなんですか。どういう人、なんか ありますよね。なんかだからリュウジが持ってた作品に対する印象みたいな感じで、だからそのなるほど、ちょっとやっぱなんかインテリが好きみたいな感じ、インテリな人じゃない、あと、まあ、ノーベルバーグが好きな人じゃない、なんかね、着物とか着て歩いてそうな感じも、ちょっとかっこいい感じの人ですね、うん、決めつけちゃってる、かっこいいの場合は難しいけど、インテリのかっこいい、インテリのね、いけすかないやついやいや、なんか敵作るんですよ。怖いわ、もう違うよ。大島監督何年生まれだったっけ。ごめんそれを調べてないというか、俺ひどいね、大島渚を調べてなかったよ。戦後、はい、戦争を味わって言い方がいいんだ、ね、戦争体験してるんだ、してると思いますよ。あじゃあ段階でもないのか、ツイッターの中では黒トカゲさんが菊村さん、髪に埋まった菊村さんの一生懸命発掘してるシーンもどこいるんだよ、もうなんかの 超音波で探索してるみたいですね。あの同時進行でお願いします。そうそうそう、何かあの新しい発見があったらまた書き込みお願いします。よろしくお願いします。あと黒トカゲさん自身は、はい、夏の妹が10年前ぐらいに見たことが あ, そうなんあるそうですが、はい、ただ、まあ、もう忘れてる、まあ、忘れてるということらしいです。であのそこにあの後から多分触れることも書いてるんですけど、うん、全員悪役だったよね。夏の妹のキャストって全員悪人だよね。だからアウトレージビヨンドじゃないですか。悪人、まあ、不良ばっかりだったから。不良というか、だから俺前ツイッターにも書いたけど、命の危険を感じるキャスティングだなと思って。まあね。あ、これまず基本的な話の概要をちょっと説明しておきますか。この映画の。もういいんだよね。もう今からネタバレしますからね。皆さんも覚悟してください。じゃあ、はい、おなじみ劇映画大全から引用という形で、あ、それでもいいか、お願いいたします。はい、中学生の素直子は父の婚約者である桃子に伴われて沖縄にやってくる、うん、兄かもしれない大村鶴男に会うためだと、うん、かつて鶴男の母大村鶴は前後して2人の男と関係を持ったが、その1人が素直子の父で判事の菊池だった。判事、裁判の判事、ね、裁判の判事ね、はいはい、の菊池だった、うん、菊池家の庭先で素直子を見かけた鶴男は手紙で素直子僕の妹と呼びかけ、うん、夏休みの沖縄へ来ないかと誘ってくれたのだ、うん、つまりお兄さんが、ね、その素直子を見かけて、うん、沖縄に住むお兄さんがね、そう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 、鶴男が、でしかも兄かもしれないと、うん、いうことでその手紙が来て、まぶたの兄みたいな感じですよ、まぶたの母じゃなくてまぶたの兄なんですね。復帰だから自由に帰ってこれるからおいでっていうことかもしれないですね、まあ、それでその、うん、いわゆる素直子、うん、主人公の素直子と、うん、家庭教師の桃子、この女性2人が沖縄に来ることから話がスタートするということですね。概略はで、まあ沖縄についてすぐ、はい、沖縄語を一言100円で教えてくれる青年とかと出会うんですが、沖縄語、まあまあそこら辺はまたちょっとまた後で説明していきましょう、まあ、という話があっという出会いがありつつも、はい、一緒に船で来た、桜田というじいさん、まあ殿山大臣です、殿山大臣ですね、と一緒になんかまあ沖縄の戦跡巡りというか、まあ観光ツアーというか、バス乗ったりビール飲みながらあちこち回ったりするんですけど、そこ、はい、その中でその素直子とあの家庭教師の桃子、はい、これリリーが演じてますね、うん、が、大島に住んでる、大島という島に住んでる、鶴、はい、大村鶴を訪ねると、つまり
素直子の主人公の素直子のお兄さんのお母さんということです。もうすでにちょっと複雑な感じで、これ異母兄弟なのかな。なのかな、ちょっとここですみません、提案を。提案、はいはい。やっぱ僕ね、最初ストーリー聞いてもちょっとよくわからなかったんですよ。うん、ちょっとなんかちょっと複雑なんですよ。この作品。なんでしかもこちらの方はね、あの初版の受注より、初版の映像を使ったりは、夏の妹を見せながらっていうことはちょっとできないじゃないですか。ということで、まあ前回と一緒なんですけど、前回の幽霊星の時と一緒なんですけど、私がちょっとちょちょいとね、ごめんなさい、ちょっとイラストちょっと変えてきたんで、あのイラストを使ってちょっとスタあのキャストを紹介していきたいの。どんなイラストを変えてきたのか今初めて見るんだけど。そうなんです、楽しみで。菊村さんがですね、大島渚監督といえば、はい、愛のリコーダー。リコーダーって増えてる。見たことがない。見てる。コリーダですね。コリーダですね、これ。リコある。縦ナイスだな。縦振りになってます、ね。愛の縦振り。愛のコーリーだって吹くんですよね。愛のリコーダー。黒トカゲさん、私の大島渚ファンのイメージは左翼めんどくさいひどいよね。分かる分かる。でも分かる気がします。そういう感じ。いうことで、じゃあこの複雑なまず人間関係も、まずでも俺好きだよ、ユージさんのイラストを見ながら、うん、聞けばきっとイメージ。ということで、あの早速僕の愛用のクロッ、あの、はい、デッサン帳で、クロッキーデッサン帳と言いながらどっちだよ、はい、こちらでいいのかな、はい、俺が見せるよ、これ。ありがとうございます。これ違いね。はい、はい、こちらの方で、あの、はい、書いてきましたんで、相変わらずうちのですね、三女が書い、三女が使ってる。平良夢って書いてるね、はい。勝手に使ってます。最近書いてくれないんで。お父さんが。はい。じゃあ早速なんですが、この作品のね、あの、まあ、主人公であり、まあ、原動力となる、はい、素直子。素直子。で自分自らのことを素直子とは言いません、うん、スータンと言います。スータンで周りもみんなスータンスータンと言ってますが、はい、そのスータン役をやってるのが栗田ひろみさん、うん、当時、新人アイドルみたいな感じ、新人アイドルということで、うん、すごい可愛らしいんですけど、うん、ちょっとあのそのイメージして僕描いてきました、はい、こちらでございます。今日ちょっと縦に描いてみた、こういう感じです。だーん、可愛いですねこれねはい、あの電波ですね。違うよ。あのね、スータンマンね。これなんかさ、ポワーンのマークみたいな。バナナマンの日村で、ね、高野花のポテトでみたいな。だいたいこんな感じですよね。当たってるでしょ。これだいたい当たってるよ。だいたい当たってる。はい、じゃあ実際の、どういった方かっていうのは、今ミキコさんがパンフのパンフだからですか。これだとなんかこのイラストもこの人みたいになってます。そうですね。はいはい。後でそうそう、目がそう大きくて、ちょっとあのいろいろあの栗田ひろみさんにいろいろあるかもしれないので実際のお顔を、そうそうそう、画像をお見せします。こちらですか。この結構かわいいです。行動的な子ですよね。そうそうそう、うん、すごい可愛い。目が大きくてあっちこっち行ってクリクリした目で自分でかな、あの勝手にお兄さん探しに行ったり、前歯がスキッパで、そう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 、ワンレンで未成年なのに酒飲んだり、はい、この頃15歳ぐらいだったかな。15歳中学生っていう設定で、ね、いい実際そうなんですよね。見えるかな。これだ、このなんだ、夏の妹がデビュー映画デビュー作になりますね。でもそうですね。あ、そうなんですね。そう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 、うん、デビュー作でいきなり主役ですから、うん、けどね、あの存在感はあります、うん、すごいなんか透明感があるっていうか、見てて目が離せない、うん、まあ、目が離せない役柄なんですけど、うん、あの危なっかしくて、あのさっきあのなんで日村のあのモノマネ口調で喋ったからなんだけど、うんうん、基本的にはあの、うん、セリフ棒読み状態だよな、うん、そうですね、うまいかというとうまくはない、あんまうまくないんですよ、うん、とは思いますよ。スータン怒っちゃうみたいな感じですね。あ、そうなんだ、いわゆる、まあ、うちなぐちゃえばドゥーチュイムニーというか、まあ、独り言が多い、ね、ずっと、うん、自分の心の中をずっと喋ってる女の子って感じ。ある意味脚本的に問題あるんじゃないかっていう感じなんですけど延々なんか自分で喋ってるんですよね。そうですね、うん、そうだ、なんとかなんとかすればいいんだ。ローラのこうローラ的な、さすがすがこドラマをみたいな。そうそう、延々自分喋ってるからすごく分かりやすい子なんですね。多分裏表がない。そう、全部解説してくれます。素直子、そうそうそう。まさに素直子。名前通りですね。はい。ということで、他にイラストないの？はい、書いてますよ。黒田さんがあの、はい、菊村さんを見つけたみたいですが、あの、あ、はい、なんでしょう。いやいや、黒田さん、菊村さん、ハックスシリーズ。ゆめちゃん、私のお絵かき帳に変な絵が描いてある。なんで黒田さん代弁してくださって。菊村さん
発掘するわ、大変だな、忙しいね、はい、一応子供にはいろいろ見せてるんですよ、こんな絵も描いてるよっていう今回まだ見せてます。そうなのパパパパスータンはね、まあいや、とりあえずいろいろ塗ってごらん、はい、でこちらがね、この作品夏の妹のね、まさに夏の妹であるスータン、はい、栗田博美さんでございます、はい、そしてスータンと、はい、あの行動を共にして時折ね、あのまた別れてね、それぞれで行動したりしますけど、はい、もう一人 の, あのこの作品のヒロインでございます、はい、桃子役ですね。そう、このスータンのピアノの家庭教師をやってまして、はいはい、なぜかスータンのお父さんの婚約者というか これから結婚しますという若い女性、家庭教師桃子の役やっております。こちらがですね、歌手のリリーさんです。似てる、似てる、リリーリリー、はい、お願いします。リリーです、これですね、父の恋人です。ひらがな2つにカタカナのいいですね、はい、そうです、そうです、こんな感じですよね。そう、こんな目をしてました、はい、あのカラーであの色塗ろうと思ったんですけど、この人はモノクロでいいやっていう感じ、モノクロでいいやって雰囲気的になんかモノクロなんですよ。この人外国のちゃん入ってたっけ、どうなんだろう、この辺ちょっと分かんないですね、はい、いいんですよね、リリーが、うん、リリーもまあ、リリーも歌手、はい、で、パンフレット、俺なんか世代だったらリリちょっとアップにする、うん、ちょっと待って、ちょっとまずこっちがいいの、はい、こちら、まずこれが、リリーの、リリー実際のこれお顔でございます、リリーですね、はい、そして、うん、これが、まあ、こんな感じ、偽物のお顔でございます、偽物じゃない、いやでもこういう目ですよ、涼しげた目ですね、あれ、うん、私は泣いていますだっけ、そうです、ジャスラックが、まあいいのか、いや大丈夫です、歌は大丈夫じゃない、で俺らが歌ってるぐらい当たってる、この歌ってた、当たってます、それです、当たってるね、私は泣いています、この真ん中で上でを歌ってた、見えにくい、見えにくいです、ね、この時二十歳ですね多分、そう、二十歳でこの監督って、そうそう、とっても落ち着いてるんですよ、うん、まあスータンといつも一緒にいるから、うん、いつもあの本音でしあの全て あの感情を全てさらけ出すスータン、うん、中学生のスータンと、うん、一緒にいるからっていうこの対比もあるかもしれないんですけど、うん、リリーはものすごく落ち着いてるんですよ、声もハスキーだからで大人の女なんですよね、はい、そうね、で落ち着いた感じで喋ってね、しかも思いがけずおっぱいが見えるという、うん、あ、そうね、いきなり思いがけず、いきなり、うん、なんかもったいつけてくれよと思うぐらいの、いきなりお風呂に入ってるシーンでおっぱいが見えるって、役得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 で、これすごくあの、うん、脱ぐべきなのかなと思って映画最後まで見終わったやと、うん、あのシーンって脱ぐべきだった、脱がなくてもよかったんじゃないかあんまり意味ないのかな、まあ、サービスかな、うんうん、で実はあのこのなんだっけ、桃子話いきなり元に戻りますけど、うんうん、桃子にも実は秘密があるんですね、はいはいはい、はい、ということでございます、うん、とりあえず主要メンバーね、主要メンバーというか、うん、あの主役の主役の2人と言っていい、主役の推しメンがですよ、推しメン、使い方間違ってます、はい、スータンと家庭教師の桃子、うん、はい、そして、うん、あのこの、この沖縄に来ないかと、うん、僕の妹と言ったこの手紙を出した人、はい、大村鶴男、うん、大村鶴男さんがですね、はい、かった後から分かってくるんですけど、はい、まあね、まあ、まあ話が前後したんですけど、まあ、いいでしょう、はい、ね、このハンナのハンナの音ですね、ハンナの最近がすごい、はい、はい、で、あの2人の女性を手玉に取るですね、沖縄青年ですね、沖縄青年、こちらでございます、うちなんちゅの役ですね、うちなんちゅの役ですね、はい、写真できるかな、カメラお願いします、切り返す、はい、こちらです石橋、これ庄司さん、石橋庄司さんですね、素直子、僕の妹素直子なんかいやらしい、このイラストちょっと悪意があります、ないないない、ないよ、いつも半裸だもん、お腹に何か書いてあるの、沖縄語一言100円、一語100円か、そう、一語100円っていう、いきなり会うんだよね、そうそう、船を降りた港で、そうそう、あのスータンがあの、まあ、東京、まあ、本土の方から、沖縄 に着いたと、でその港で初めて会う沖縄の青年が実はお兄さんなんだよね、はい、うん、まあ後では後で分かるんだけど、その時彼はなぜかここでは裸なんですけど、いきなりあのお腹を出して沖縄語1語100円と、うん、沖縄語教えます、そうそう、一応なんかシャツ着てんだけどペロってめくって沖縄語1語100円とか、そうそう、で何か一つ教えてもらったら100円ちょうだいってこう手を出すんです、まあ、上の方にグブリーサビラとか書いてますけど、うん、でスータンは早速100円をこう払うんですよ、はい、そうそうそう、グブリーサビラするとグブリーサビラ見えますか、え、あ、いきなり、いや、なんて、こんにちは、こんにちは、はい、これだっけ、ハイサイとかなんかそんな感じだったのかな、浮き味装置から始まっちゃった、浮き味装置だ、 おはようございます、うんうん、浮き味装置という言葉は、おはようからですね、沖縄の方言でおはよう、起きてください
かな直訳したら。浮き見だら起きて。浮き見装置。起きて。そう浮き見装置装着ください。がおはようございますっていう。になるかな。へえじゃあ。でそこでいきなり100円って言うからスータンは何よ何よって言ったらヌーがはいまた100円って言う何よ沖縄語にしてくれた何よ何よ何がだよ何よ何とか何だよはヌーがだからねそこでちょっと興味引くんだよねちょっと何だろうこの人っていうことでいわゆる元祖沖縄のオラオラ系元祖沖縄のオラオラ系わよくわからない俺元祖以外知らないよ沖縄のオラオラ系だかわからないけど、まあ、ちょっと乱暴な感じの導入をすることによって女性の気を引くとぐいぐい来る感じが、ね、ぐいぐい女の子だったらこういう人もねいや困るだろうねお腹出してから沖縄語って言われてもでもなんかちょっとかっこいいんですよねなんかちょっとだそうですあれ忙しいあの少女はかっこいいよこれ程よい筋肉がついてる特撮ファン僕らと同じ世代ぐらいの特撮ファンだったらアイアンキングっていう特撮ねヒーローものの主役をやってました浜田光雄か主人公やってたの主人公は石橋庄司ですあそうか以上変身するのがアイアンキングに変身するのが浜田光雄であの時斬新だったんだよ石橋庄司が浜田光雄に変身する違う違う違う浜田光雄分かるでしょ吉永小百合とコンビ組んでた画期的だなと思ってだからアイアンキングというスーパーヒーローに変身巨大化してよ、はい、変身するのは浜田光雄、はいはい、でいつもそばで一緒に行動している石橋庄司がいるんだけど、はい、そいつはムチとか持ってたっけ、ムチとか剣みたいになる変な武器を持ってたんですよ変な武器アイアンスティックだったかな、はい、普通にこいつはそのまま人間のまま、はい、でアイアンキングがまあ敵と戦って、はい最終的にこの石橋庄司がとどめを刺すというパターンのすごい特撮ものです。特撮石橋庄司は巨大化するわけでもない、うん、人間のまま普通の人間です最後にじゃあ俺がやるってこと俺が、まあ、とりあえずアイアンキングが倒さないんだよ倒せない倒せないのか倒せない最後にだからとどめを刺していくんです石橋庄司がなんだろうだからそういう意味で俺なんか当時の子供としてなんだこの斬新な、うん、あのヒーローものはって思ってどっちのファンになるんですか今でも斬新です、ね、どっちがアイアンキングが好きなのそれともどっちの俺はなりたいってでも今吉見が言ったと主人公は石橋庄司がやってたのかそう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 、なんか今意図してるものがあるのかもしれない、ね、黒トカゲさんが、この石橋庄司の絵は一枚絵として見た場合すごくやばいと思います帰り道で職質されて持ち物検査されたら一発アウトのレベルですいやいやいいということですよ ありがとうございます褒め言葉ですねいいと思う確かになんかこの股間の中に今から手を入れんとしてるからいやなんかさそういう妙なエロさはあるんだよね、うん、まあエロいですからねこの人はい今実際の写真とねあんま変わらないでしょ、うん、こんな感じで、うん、黒徳さんがさっきの砂おこの絵を見て、うん、これ砂おこじゃなくてアホの子だよって言ってましたすごい僕で僕で、ねキュートな感じでキュートです、ね、かわいい石橋庄司だからさっき言ったように、まあ、かっこいいんですけど、うん、だから、歌手としても活動してて、うん、こんな格好でこんな格好でこんな格好だよね、うんうんうん、なんだっけこの年かだから1972年の紅白にも出場してますよ、ね、え、うん、何年1972年っていうかこの年じゃんこの年でこの年やっぱこれであ72年の紅白ギターも年末か、うん、でさっき言ったアイアンキングは同じこれまた72年の10月から放送なので大活躍ですねじゃあこれの時に直後にアイアンキングかそうへでもその前に1970年に明日のジョーで矢吹城役をやってますけどねうーんかっこいい実写版ってこと実写版なんかそういうそれ知らんかったそこの方ですかこの方はなんでそこの方ですかそこのなんかだからいわゆる特撮とか子供向けのものとかまあいろいろだと思うけど最近はだから2時間サスペンスとか小田切り城か違う分かんないけどでも確かに小学校1年前後ぐらいの頃はすごく人気あったなアイドル歌手的なとかアイドルタレントみたいな感じなのかな身長低いよねでもねそうねけどさ俺なんか見ててさエロいなこの人っていう感じが、うんまあ、常に半裸だからっていうのもあるんですけどなんか10代の子が好きそうですよねとっても爽やかなワイルドじゃないの爽やかでこのスタイルもこうでかすぎなくて10代の子が石橋庄司好きそうってことですか、ね、そうそうなんかちょっとこのなんかちょっとお兄さんみたいな感じでちょっとムキムキすぎないなんかソフトマッチョみたいな今で言う今で言うね細マッチョみたいなそうそうそうソフトマッチョって初めてそう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 黒戸影さん石橋庄司の方がアイアンキングねについて石橋庄司の方がヒーローに変身しそうなルックスなのにそうじゃないってのが新鮮だったあそう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 浜田光雄メガネもかけてなかったっけちょっと
ちょっと黄色っぽいサングラス、ちょっとダサい四角いサングラスみたいなのかけて、ちょっと小太りじゃないけど、なんかまあちょっとおっさんっぽいんだよね、なんかまあどっちかというと、だからこっちは変身しないいい体してるってことですか。なるほど。何でもいい体にこだわってる。ちなみにアイアンキングって脚本誰だったっけ。佐々木守です。だよね。はい、あ、そうそう。今回の映画の説明をしてないけど、今回のその夏の妹の脚本は、田村つとむ、佐々木守、大島なぎさんの3人で書いてね。共同あ共同脚本で佐々木守は、まあ、あの基本的にまあ特撮ものとかも手掛けてるし、テレビとか漫画原作でいうと男ドア方甲子園、男ドア方甲子園です ね面白そう、水島新司の漫画、野球漫画ですよ、とか、まあでも大島渚でも、まあ、無理心中とか公子系とかやり、まあ大島渚とよく組んでると思う。クレイジーキャッツもので日本一の断絶男とかね、ゴリガ男も、いや日本一の裏切り男とか、裏切り男の若松浩二とかもやってはいるんですけれども、え、なんかもうすごい振り幅がすごいで、特撮もので言うとだからまあウルトラマン、はい、まあ、あ、そうだ、ジャミラジャミラ、ウルトラマンのジャミラの話はい、故郷は地球という、あ、故郷、あのちょっと泣けてくる、はいはい、とか、まあ、あとシーボーズ、はいはい、やってますね、シーボーズ、だから結局、まあ、両方とも怪獣イコール悪ではないっていうような話だったよね、うん、でウルトラセブンもやってる、怪奇大作戦で柔道一直線、奥様は18歳とかコメットさんとか、いろんなだから変なことやってますこの人、変なのというか、じゃあもうちょうどこの佐々木守ももう元気っていうかボンボン、出してた時期なんだよ。でこの映画の脚本もする、何でもできるんですね。俺佐々木守もヒーローもの特撮ものもやりつつ、こういうなんていうの、 ATG のちょっとな、特にだから、まあ、大島渚と組んでたからっていうのもあるんじゃないか、うんうん、俺佐々木守のイラスト描いてこなかった。佐々木守ねちょっと調べたらね、佐々木守のイラストってなかなか分からない、大学藤本喜一だったら分かるけど、藤本喜一って大学生の時に、なんか、はい、教育映画かな、はい、あ、違う、記録映画っていう、はい、なんか映画教育映画作家協会で編集とかをやりながら大島渚と知り合ったんですけど、はい、大学卒業して沖縄に来てるらしいんですよ、佐々木守は、うん、まあ、もちろんその頃はまだ沖縄に来て人形劇をやってたって。え、いつ頃だから1958年、人形劇に卒業して、うん、2年ぐらい多分沖縄で人形劇をやってたらしいです。沖縄で人形劇、うん、沖縄で人形劇よくわからないですけどねすごい流大生と一緒にやってるのかな、ひょっとしたら、マジでどうなんですかね、あ、まあ学生とかね、うん、そういうことなのか。佐々木守の写真ちょっとちっちゃすぎてわかんない、うん、あ、まあまあ写真はまあ置いといてして、いや、あのね、わからないんですよ、振り幅が広すぎて、うん、どういう作家性を持ってる人なのかって、うん、名前は知ってるけどよく分かってない、うん、はい、でなんか、共産党に入ったりすぐ辞めたりとかいろいろ変なことしてる人らしいですが、うん、なんだっけ、今の日本の諸悪の根源は天皇制にありますと公言してですよ、まあ、反天皇制思想を表明してたと、まあ、いうところで、まあ、ちょっといろいろ問題もあったようですけれども、まあまあ、その当時のね、若者、イカれる若者たちですよね、まあ、だからウルトラシリーズでも ある種の、まあ、社会性というか、うん、ちょっとイデオロギーもうちょっとうっすら感じさせるような内容が多かったような気がする、はい、で実相寺明夫監督とね、よく組んでましたけれども、それでボツになった怪獣聖書っていうウルトラマンの映画版のシナリオもあったりするんですけど、これも、かなり、はい、やばい天皇ネタがいっぱい入ってくる怪獣聖書はいはいはい、はい、天ちゃんのね、でさっき言ったそのアイアンキングも、ね、アイアンキングも、まあ、今の日本にいる大和民族の末裔、我々日本人、まあね、我々というか、まあ、日本人と、そのかつて大和民族に滅ぼされた、知らぬい一族という、知らぬい、実はこの日本との戦いなんです。この日本は知らぬい一族が最初に住んでたと、そうそうそう、で知らぬい一族が、設定ね、日本に復讐するっていう話なんですよ。人対人ですか。そうです。じゃあ、アイアンキングはそういう話だったんです。なんか前半はもう忘れてるな。あ、じゃあ悪が攻めてきてるんじゃないんですね。あのやな、この宇宙人とかが、ね、あの違う、宇宙人とかがこう来て、うん、だどっちにも理由がちゃんと戦う理由があるんだよ。なるほどなるほど、完全懲悪じゃない、どっちが正しいとかじゃね、うん、ないっていう、うん、はあ、アイヌ民族の運動とか、うん、琉球独立運動にもなんか加担してたみたいですね。加担というか、支持を表明してたと。熱い人ですね。基本的に過激な人なわけですね。うん、なるほど。
なるほど。じゃあこの夏の妹だまあ3人でね、そんなじゃあその田村勉さんでしたっけ、田村勉さんと、ね、はいはいはい、まあ、佐々木守と大島渚と3人の共同脚本なので、誰の意見が一番強いのかまではちょっと分かんないけど、すごいかですよね、うん、このあのだから最初の話に僕戻るんですけど、いわゆる大島渚は正直、あの何ですか、頻繁に見るというか、好き好んで見る方ではないって言って言ったんですけど、この夏の妹実際見てみたら、そういう映画じゃないんですよね、まあ今言ったようなそんなに小難しいとか左がかったとか、あの社会派燃える映画だったんですよ、ある意味燃えるというの、燃え燃えの燃え、燃え燃えの燃えですよ、あその燃え、いやなんか燃えの燃えね、スータン、スータンけど俺はスータンじゃないんだけど、まあ好きな人は今スーさんっぽく聞こえたね、スータン、サマちゃんみたいな、ね、僕はモモちゃんの方ですけど、スータンに燃えたんですか、いやス僕俺の場合はスータンよりはあの、リリーの方、リリー最高、スータン、そうそうか、まあまあリリーの方が誰かモノマネできないから、こうなんていうのこのまだ大人になりきれない少女のまあ保護者的な、けど本人自体もそんなに大人じゃないから二十歳だもんね、リリーもね、そうそう、保護者にもなりきれないこのなんていうの、こういう感じ、危うい感じ、危うい感じがね、危うい感じがもうかなり良かったなと、そうなんかこんな横顔な感じですね、なんか横顔な感じ、安ュイな、そうそう、安ュイな感じ、そうそうそう、なんかだからなんていうんですか、この時代背景とか沖縄がどうのこうのっていうことじゃなくて、あの本当に物語として、この登場人物自身に、だからさっき燃えたって言ったんですけど、にがいいな、可愛いなとか、そういった意味であのなんですか、入り込めたところはありましたね、おしゃれな雰囲気もありましたね、なんかね、おしゃれなんか、いや可愛かったですよ、皆さん、そう凝ってたな、あとね、あのスータンがね可愛いんだよね、不思議な、すごくね、その70年代前半の、いやこの人もだからおしゃれなんです、いつもだから半裸なんで、なんかちょっと何がおしゃれって言ったら、こう彼もおしゃれなんだよって言って出してるのが半裸っていうのはおしゃれかどうかわからないんだけどそうで、あのスータンが可愛い格好してんだよ、そうですよね、ミニスカート、そう時には黄色いワンピースけどミニスカート、時にはこのオレンジのちゃんちゃんこみたいな、よく着てたのがなんか不思議な、あれなんていうんかな、なんか、ワンピースなんですけど、ある写真、はい、なんかね、一応私の方でなんとなく書いてるんですけど、わかんないでしょ、とりあえずポク書いたんですけど、あのねこれ、あの首の下の方ですね、よだれかけ的な感じになってます、よだれかけ的なっていうか、そう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 、オーバーオールの、オーバーオールのって言ってます、オーバーオールの声が、細い版、このオーバーオール的な感じで、そのままエプロンに近いかな、そうで、そのままあのスカートに、ミニのスカートにつながってるんですね、この部分は、生地もなんかナース生地っぽいですよね、両側がふわふわし、ふわふわっていうかね、あのふわっとした生地、あのプリント、オレンジのプリントの生地があるんですけどね、あるか、見えますかね、見えますか、あるね、ちょっと待ってよ、これアップでわかるかな、ちょっとね、わかりづらい、ピントが来ない、すごく、あちなみに隣で洋服着てらっしゃる方、石橋翔二さんです、はい、ちゃんと服を着るシーンもあるんです、ギターを背負ってます、この流しやってるんですかね、来た、うん、来ましたね、石橋翔二さん、あのかなりのミニですね、これオレンジ色なんだよね、上着、このそうですね、スーターの方は、皆さんちゃんちゃんこって、一見このなんかあのスカート、ワンピースのスカートの上にこう羽織ってるようにも見えるんですけど、実は違うんですよ、なんか、そうそうそう、これを着てその上からこのスカートみたいな、そうそうそう、エプロンみたいにして着てる、そうそう、でまた石橋、隣の石橋翔二さんもこの裸にジャケット直下、そうですね、直下着、ドン・ジョンソンでもこんな格好しなかったかあれ今日リュウジ裸にジャケットしとけば着てたのよ、あ第2ボタンだっけ、いいよ別に俺見たくねえ、どこに需要があるんですか僕の妹で、この不格好の時のあの、スータンがいわゆる栗田ひるみがあれバストショットだけ見るとちゃんちゃんこ着てるように見える、ね、そう、ね、オレンジ色のでみんなは言ってますけど、そうでもないけど、あれはあれ可愛いんだよあでもいやそういうなんていう柄ですよね、あの、バカ殿様のあれみたいな、一応ポスターにも、分からないそういう感じで分からないね、ちょっとこ、ツイートが、はい、スータン、はい、スータンをカタカナでスー、ひらがなのタン
のスータンって書くと確かに萌え系っぽい。そうそう、備長炭みたいな感じでね。確かにあのスータンってカタカナなんですよね、このあれ。ちなみにあのですね、この今回のメインユン、あのユンタクのタイトルの夏の妹がこんなに可愛いわけがないっていうのも、これあの某ラノベのタイトルをもじった感じなんですよね。ちなみにあの黒高さん、ポップコーンのお兄さんが動かないって感じです。超像なの。CG なんですよ、CG。ポップコーンのお兄さんって言われ方がすごいな。同じく黒トカゲさん、私石橋庄司好きって10代のふりをして。あ、でもあり、うん、ありそうですね。ポップコーンのお兄さんです。動いてます。あと菊村さんが裸にジャケット気持ち悪いとか言ってます。お気に召さない。菊村さんが気持ち悪いって言ってる。嫌いとかいうものに関してはすごく反応が早い。いいことですよ。はい。ということで。黒トカゲさん、これまた黒トカゲさんですが、栗田裕美のこと全然記憶にないやと。沖縄の陽光に照らされた野郎どもキャストの濃い顔に当てられてクラクラして。そうなんだよ。そうそうそう。あ、じゃあキャスト、はい、キャストこれね、はい、で、はい、今ね若者3人、はい、ね、まあ、青春映画ですから若者3人が、はい、メインで動いていくんですけど、はい、そこにですね、はい、大人たちが絡んでくる、ね、この大人たちがやばい人たちばっかりなんだよ。さっきの黒戸さんで言うと全員悪人という感じのね、うん、そうですね。今からあのちょっと僕もとりあえずねパッて書いてみました。僕が考えたアウトレイジです。怖い怖いです。みんな逃げてください。ババーン、ババーン、ババーン。書いて頑張りました。ですね、収まらないなこれちょっと。はい、まず上の方からね、小松芳生さん。小松芳生こんな顔だったと思う。こんな顔なんかでちょっと若くなっちゃった佐藤圭さん。怖い顔ですね。はい、そして下の方にはですね、うん、永遠のライバル東浦六甲さんと殿山泰治さんがね、はい、なんかどっちもなんかおかしい感じ。はい、ピンゴはなかなか来ないな、来ないですけど、はい、で、一番下の方にですね、沖縄のこの髪の言い方してる小山明子さんも大村鶴役ですね、うん、あのパッと書いてみました。大村鶴役ですから、このさっきの鶴尾くんの母親、石橋庄司のお母さん役ですね。こんな綺麗なお母さんが、はい、で、あの、うん、この4人プラス1、あのこの全員5人ですね、実、まあ、全員ってわけじゃないんですけど、うん、彼らが実はこのややこしい話を作った元凶なんですね、うん、はい、そういう意味である意味アウトレイジっていう、うん、全員悪人なんです。全員悪人って言ってるのか、うん、信姉さんはみんな悪人って書いてます。それ確かにそうなんですよ。なんかみんな、まあ、殺しそうだし、うん、殺されそう、あ、殺されそうじゃなくて基本的に女の人を犯すタイプだよね。どっちも全員がそう、あのね、一番最初にギョッとしたのが殿山泰治さんの登場シーン。はいはいはい、最初にあの沖縄に、まあ、スータンと桃子2人が沖縄にやってくるって、船でね、船でやってくるんですけど、うんうん、実はなぜか殿山泰治もついてくるんですよ、うんうん、しかも全然関係ない、書かれられてなかったっけ。そう、あの船酔いしたのかな、うん、船酔いして、で、船酔いか酒に酔ったかどっちかで、かわいそうだからということで2人がちょっとね解放してあげる、解放してあげて一緒に降りてきたことで、まあ、仲良くなるというか、うん、知り合いになるんですけど、もうやばいって感じだよね。スータンはともかくリリーはやられると思って。でしかもスータンじゃない、リリーがさっき言ったあのおっぱいが見えるシーンですよ。シャワー、リリーがあのお風呂入ってて、あの特に見せなくても大丈夫なおっぱいを見せるシーンの後に、あの殿山泰治が部屋に来るね。そう、なんですかこのマナーというかね、こういうあのそういったものもなしにガンガン入ってくるんですよ、うん、やられると思ったもんねえ、あれ怖かったよね。怖かった。もうだから大島渚の映画怖いわ。ちょうどあれじゃない、スータンが自分もお風呂に入ろうってなんか上着をこうちょっと脱いでかけた時にトントンってなって、うん、でしたよね。なんか殿山泰治がやってきて、うん、入ってきましたね。どうだよみたいな、うんうん、ごめんなさい今私たち裸なのって言っても関係なくなんか中に入ってこようとするよ、なんか、はい、そうそうそう、やばいよね、はい、いや俺が一番やばいと思ったのは東浦六甲の登場シーン、うん、はい、で、はいはい、で今殿山泰治の危ないって話したんですけど、はい、違う意味で危ないのが、今僕の書いた殿山泰治さんの隣にいる東浦六甲さんです。シンデレみたいな書き方してますけど、シンデレみたいな顔してるよ、登場の仕方をしますはいはい、ですね、スータンが港に行くわけですね、はい、港っていうか、まあ、港に行くと、そばのこの木の根元にガジュマルかな、あれは、うん、ガジュマルか、その根元に東浦六甲さんが死んでるんですよ死んでましたねあれは死んでました、まあ、ある意味死んでるんですよ。あの目を開けてなんか横たわってるわけ、横たわってるんですよ。あ、これね画像あるありました。ある。あ、ある。
俺あの魔法を使って再現した 絵があるよ。ちょっと、ね、じゃ あの見せましょうか。出ますか。あ、そっちはロケでしょ。もう一つのフォルダ。こっちじゃなくて、名場面。あ、これか。あ、違うや。あ、違った。あ、やっぱりロケのところにあるのか。お、ない。探してる途中ですね。じゃあこっち見れますかね。はい、こんな感じでちょっとスータンが、はい、女スだこれ出会う。これか。ちなみにこれモノクロで申し訳ないんですけど、このスータンがですね、黄色い可愛いワンピースを着てる。とっても可愛いです。あ、出ました。出たかな。今画面映ってるのか、はい。これもっと大きくならないの。あ、映ってますかね今。はい。そうそう、こんな感じ。まあまあ。何これ。はい、まあちょっと分かりにくいかもしれませんが、はい、こっちの黄色い服着てるのが、スータン。そうですね。はい。可愛らしいワンピースを着てると。右やっぱりガジュ、あ、左はガジュマルか。はい、この黒っぽい塊がガジュマル木ですね。うん、木の根元にトーラ六甲さんが倒れてるんですよ。死んでる。で、あれどうしたんだろうって見ると、目を見開いて、あの空を仰いでるんですよ。あ、これね、いきなりこう港で、うん、スータンが、まあ、このガジュマルの木の下で寝ている、うん、はい、トーラロッコを演じるテリア・リントク、うん、沖縄の人の役ね、うんうん、を見つけていきなり声かけるんだよね。おじさんって言って、おじさん寝ているのって言ったら、このトーラロッコが目を開けたままで、そのままこう横になりながら、はい、寝ています。恐ろしいですね。本当に怖い。この寝ていますって最初のセリフがそれだったよ確か。トーラロッコだから、ここでまたスータンの危う、うん、なんていうの、うん、こう不用心すぎますね。そう、不用心すぎ、うんうん、声かけちゃうんだもんね。そうそうそう、明らかに不審者じゃん、うん、不審者です、不審者。こんな人いたらさ、小学校のメーリングリストで、うん、不審者情報で速攻で回るよ、うん、寝てますっていう人がいますみたいな。気をつけてください。まずよく声かけるよなと思って、うん、だからこのね、ワンピース、なんかアリスがなんかあのウミガメとかに話しかけてるみたいな。あ、ごめんなさい、やめてやめて。え、すいません、あの、うちのスータンがごめんなさい。すいません、松見さんがいないと思ったっ。うちのスータン大変だ。まとめてから話す。はい、ということで、はい、あのうちにはスータンいるんですけど、桃子はいないんですね。フルトカゲさんが、おじさん寝てるの？君パンツ見えてるよ。見えるよか。うん、あ、もう見えてるでしょうね、多分。あ、見えてるね。こんな顔の怖い方です。見えます。あ、顔が怖いって話もしてましたよね。そう、それで、おじさん、おじさん、目が怖いみたいなこと言って、そうそう、君はよく見てるねみたいな。そうそうそう。ましたね。そういうことを言うと、はい、これがトーラ六甲さん。トーラ六甲も、まあ、大島渚の常連かな。大島渚映画の常連で、昔昭和時代は、昭和50年代ぐらいよくテレビドラマとかでいつも悪役してて出てましたね。ちょっと調べたらね、だから大島渚の太陽の墓場っていう映画でデビューしてるらしいんだけど、あ、じゃあ大島渚がいわゆる、まあ、拾ったというか、もともと、もともとだから、まあ何かの縁で知り合いで、太陽の墓場って映画作るから大阪弁のうまいやつ探してきてくれって言われて、はい、スタッフ扱いでなんかトーラロッコ参加してたらしいんだけど、じゃあ関西の方なんですか、うん、関西なの、大阪か京都出身、そんな感じ全然しないで、まあ大阪弁達者な役者とかを探してるうちに、はい、お前も出ろって言われて デビューしたらしいです。なんか逸材だよね。逸材、まあ、顔がね、あの顔のスタッフは怖いよ。怖いよ。トーラロッコはもうおじさん寝てるのみたいな。寝ています、うん、たまたまデビューした人です。スタッフなのに寝ています。その後のセリフもすごかったですね。何でしたっけ、あの9時、うん、おじさんもう9時40分だよってこのスーダンが言ったら、はい、9時40分に私にすることがあるかなって起き上がるんじゃない。よく覚えてんなみんな。あのすることがない人がいたら怖いよね。だからさ、普通にこの作品さ、いちいち魔界なんですよ。魔界、そうそうそう、魔界、そうそうそう、非現実が顔を覗かせてるんですよ。ちょっと怖い、うん、ラブクラフトですよ、分からんけど。何が、まあ、時空が歪んでるよ、時空歪んでるんですよ、うんうん、スータンが怖いものを知らずだからね。そうそう、あ、だからそれを言いたかったんです。魔界に入り込んだスータンです。ある意味これはあのスータンの冒険です。不思議の国のスータン、そう、不思議の国のスータンですよ。あの琉球を冒険する、あ、それ琉球もうないか。あ、そうだな、それはこれに登場するおじさんたちはみんな、そうです、あのなんていうの、妖精というか、そうです、つるおくんがウサギみたいな感じですよ。チェシャ猫みたいな、あのチェシャ猫ですよ、これどう見てもやっぱさっきのこのこのトーラロコ、そうそう、そうですよ、そうですよ。あ、トノヤマタイジが、この方はなんかちょっとあの芋虫みたいな、トノヤマタイジ、じゃあ分かった、トノヤマタイジはウサギだ、うん、
まあそうです。この辺の大事がウサギか。あ、そうかもしれない。そうそう、ウサギっぽいです。こんな毛がないウサギ。いやー、俺がウサギか。そうです、そうです。このスーパーを導く。今、この辺の大事の真似で、もろもろ悪いをやったんだ、ね、あの、これずっと練習してたんです。パラレルワールドに導く。今、披露しました。小松法政はこのままできない小松法政。小松法政さん。はい、あ、で、ごめんなさい。ちょっと説明しましょう。はいはい、遠野山大臣のさ、うん、遠野山さんの説明しました。はい、東浦六甲さんの説明しました。うん、で、小松法政さん、一番怪しいです。うん、そうですね、一番あなんか女の人を食ってそうな、まあ、スケベそう仲良してる、ね、非合法な手段でいろいろやってそうな怖い非合法な、あのひどいな、まあ、それっぽい映画でも多分出てたと思いますけど、ね、この小松法政さんがびっくりすることに、うん、スータンのお父さんなんですよ。そう、お父さん、それで判事なのかな、仕事は判事のスータンのお父さんで、ま、スータンのお父さんで判事っていう時点でどうかしてると思った上に、リリー扮する、ピアノの家庭教師桃子の、フィアンセ、フィアンセ、今度結婚する、つまり再婚相手なんでね。そう、恐ろしい話ですよね。それで納得するんですよ。なぜスータン、あのピアノの家庭教師ぐらいで、うん、なんて保護者的な態度を取るのかと、はいはいはい、スータンに対してね、まだ二十歳そこらの桃子が、うん、これで分かってくるんですよ。あ、お母さんになるのかと、うんうんうん、いうことで分かる。桃子のお母さんに、あ、違う違う、スータンのお母さんが桃子、これからなる人ですね、あのこの人がね、うん、けどね、どう考えても不幸せになりそうだよね。なんか幸せな家庭生活なさそうだよな。うん、もうそもそもスータンのお母さんどこに行ったとかね。でもそうですよね、スータンの元々のスータンのお母さんもいない、ね、うん、は鶴さんではないんで、じゃないでしょ、だよね、そういう設定でね、うん、はい、で、うん、そしてこの隣にいる佐藤慶は、沖縄県警の、まあ、国吉さんだった、国吉さん、佐藤慶、国吉さんって名前なんですね。沖縄県警だから沖縄の人の役で、沖縄の、まあ、警察官ですよ、警察官の偉い人ですよ。佐藤慶さんは今年か去年亡くなった、亡くなったばかり、2010年ぐらい、2010年か、あ、そんなに持ってる、そんなに、うん、で、まあ、佐藤慶さんは、まあ、沖縄の警察官僚の、まあ、上の、まあ、結構上の方で、うん、この小松法政さんと、うん、佐藤慶さんは京都の大学で、まあ、同級生だったと、うんうん、で、まあ、ややこしい話なんですが、うん、で2人が学生運動というか、まあ、そういったことをしてみたりとかしてたんですけど、うん、で佐藤慶さんの、アパートというか下宿かな、まあ、住んでるところに、はい、上がり込んできて、佐藤慶さんがこれは俺の沖縄の妹だと、はいはいはい、いうことで来てた女性っていうのがこの小山明子さん、小山明子、はい、けど実は、妹ではないと、彼女、彼女、まあまあ、その当時は沖縄はあの本土じゃない、まあ、外国なので、うん、ただ、本土に来るときにはまあ何ですかパスポートが必要だといろいろあるので、うん、自分の妹だということで、まあ、自分 の、 あのアパートに連れ込んでたという、うんうん、まあ、その当時のちょっと世相を反映する話があったと、うんうん、で、実はこの、その後にこの小松、同級生の小松法政さんと佐藤慶さんはこの女性と、関係を持ってしまうんですね、はいはい、同級生、うんうん、鴨松法政と小山明子が関係を持つんだったっけ、持ってで佐藤慶も実は関係持ってた、まあまあ、で、この小山明子さんは子供を産むと、うん、けど誰の2人のうちの誰の子供かわからない、わからない、うん、このでその最初にあの子供がその大村鶴雄、そう大村鶴雄がその、子供なんですね、で鶴雄のお父さんが、うん、佐藤慶なのか法政なのかわからないと、ないで小松法政はその後にスータンを産みますよ、まあ、スータン、うん、あ小松法政が産みそうな感じです、ね、口とかから口からね、うわ ー、 だうわー気持ち悪い、リドリスコットが映画化したりする、であの小松法政さんの子供、うんうん、ね、一人娘なのかな、うん、がスータン、うん、ということで大村鶴雄さんね、ややこしいな本当に、が、石橋正治がね、ね、うん、もしかすると、自分の妹かもしれない、うん、もしかすると血がつながってる、もしかすると妹かもしれないということで手紙を出したと、うん、実はこのややこしいこの関係のそもそもの発端は小松法政さんと佐藤健さんと小山明子さん、うん、この3人の京都での、一夜が一夜が、うん、一夜かどうか知らんけど、うん、まあ、この恋の駆け引き、うん、なんですか、恋のトライアングル、突然炎のごとく、うん、もしくはなんだっけ、あ、もういいや。とりあえずまあそんな感じ。冒険者たち的なね。心ですね。夏目漱石。夏目漱石。カデカル。どっちが経過は分かりませんがね。ということが、はい、そもそもの発端で、うん、そして、復帰直後の沖縄のこの恋のさやあてといいますか、ややこしい話につながっていくと、うん、いうことなんですね。ツイッターで、カデカル、はい、カデカル
カデカルさん、カデカルさん、はい、カデカルくんかな、カデカルくんですね、あの特化の新メンバーの特化かもしれない、ね、まあまあとりあえずカデカルさん最初にありそう、おい小松でそれを見て黒トカゲさんがつぼってますね、完全につぼってます、はい、おい小松そして菊村さん発掘シリーズはあのダイナマイトで監督がやってきて、ダイナマイトでなんか今仕込んでるところですね。黒トカゲさんまだパラレルワールドが繰り広げられてる、同じく、まあ、黒トカゲさん、トーラ六甲さんとゲイリーシニーズは私の中で東西両生類顔役者多分ね、あの真犯人ですよ、一時期のこの人が出ると大抵犯人だろうってやつですよ、そうそう、なんか目に色素がないですよね、色素がない、うん、目にこれ俺の絵だから、あ、じゃああのそんな感じです、ね、あとどうでもいいけど皆さんのやってるトーラさんの声真似、どっちかというと佐藤圭っぽい、そうなんですか、あ、そういえばこの4人みんな声に特徴がある人ばっかり、ナレーターとかもやってるような人ばっかりですからね、どうかしてる人ばっかり、トーラのこのモノマネってなんだっけ、あ、起きてますか、そうでしょみんなで真似してる、ああ、ね、寝てます、何か何だかわからないと寝てます、40分はい、そしということでこの、はい、ごめんなさいの話、まだメインキャストというかもうほぼこの全員だ、このだけですよね、でちょっと今のこの下の2人の役割をまだ言ってない、大きな役割で、これはいわゆるなんかなんていうのか、サイドストーリーではあるんだよね、うん、そうだね、直接本筋と関係ないんだけど、うん、いい話なのが、この、まあ、この下の妖精2人は妖精あでもそうだと思います、妖精、はい、こちらです、うん、殿山泰治さんと東浦六甲さんは、はい、目的があるんでね、このなんだっけ、血がつながってるつながってないとか恋愛の話とは別です、うん、妹かどうかとかっていうも、はい、殿山泰治さんは実は戦前、大変、戦前、戦前というか戦時中だね、まあ、戦時中ですね、戦時中実は沖縄に来たことがあって、うん、どうやら兵隊だったらしい、はい、そこで、まあまあ、沖縄の遊郭である辻で、はい、ね、本当にいろいろと楽しい思いもしつつ、楽しみ、まあ、本当になんか情の深い女に会ったと、うん、なのにということで、沖縄戦に生き残ったのかな、うん、まあ、戦争に生き残ってしまったっていう負い目があると、俺は生き残ってしまったんだ、うんうんうん、それで沖縄に来て、まあ、戦績巡りをしたりして、まあ、泣いたりとかするということですね、うんうん、で一方、まあ、じゃあその前に豊山大臣はっきり言ってたよ、あ、なんだっけ、自分は殺されに来たと、あ、言ってましたね、なら沖縄のに、謝罪したいみたいな、日本人の代表というか、うん、として扱われる、うん、俺は殺されに来たんだ、うん、これは殿山泰治ですだんだん分かんねえよ、はい、この後じゃあ殿山泰治さんの次は東浦六甲さんまでもしていただきます、ね、で東浦六甲、東浦六甲さんは沖縄の人です、民謡歌手、はい、民謡歌手でございまして、はい、沖縄、これは何だっけ、沖縄戦の時に、自分の家族、はい、が殺されたのかな、殺されたと、うん、それで彼の目的は誰かを殺したい、殺すんだっけ、もう日本人というか、殺す価値のある日本人を探してるみたいな感じですね、またややこしい感じですね、まあ、とりあえず、まあ、そういった沖縄戦で、まあ、日本兵に殺されたのかな、まあ、とりあえず戦争に巻き込まれて自分の家族が死んでしまったと、うん、それでその戦争に巻き込んだ日本人の価値ある日本人をその復讐として殺そうとしてると、復讐したいわけ、そうそうそう、はい、だからこの2人は要するに、まあ、意味軸も出会うわけですね、 それぞれ目的の相手を見つけてっていう感じなんだけどね、うそう、デコとボコがあったわけですね、うん、そうですね、デコとボコまたこのその話も最後の最後で、まあ、あれですよね、決着が、うん、まあ、作るというか、まあ、まあ作っちゃ作るんだけど、うん、そうだからこの2人はその先ほど言った意味軸も出会うと、はいはい、黒トカゲさんが自分は殺されに来た、なぜみんな沖縄で死にたいのかと、だか、まあ、この夏の妹の殿山泰治に関しては、はい、まあ、だから、はい、まあ戦争中に沖縄に対して日本人がひどいことをしたから、日本兵がやったことを代表して自分は来たんだみたいな、そういう責任を取りたいということで沖縄に来てるんで、彼も実際過去にそういうの戦時中か戦前か沖縄に来てると、うん、だからもしかしたら彼自身がなんかそういった行為をしたかもしれない、うん、けどそれははっきり明示されない、でも女は殺さないって言ってたよ、もったいないって、もったいない、まあ、女は殺さないよ、ああ殿山泰治さん、殿山泰治だ、殿山武士だっていうシーンが出てきます、出てきますね、はい、口を開けばもうもう沖縄のそのなんだっけ、辻の遊郭で一緒にひとときを過ごした女性がいかに情が深くて素晴らしい女だったかって話を素晴らしい下ネタに込めて喋ってる、ね、そういえばその話ばっかりしてるから目的を忘れてしまう、忘れてますね、あ、そっか、そういう目的で来たんだった、後半にこの、ね、その話が延々続く、はい、進化ありますけど、そうそうそう、ほぼ何か口を開けば置き忘れてきたんですね、はいはい、はい、あ、そう、それで、うん、まあいろいろ、まあ
開校っていうんですか、うん、この4人、あ、4人プラス1、うん、この5人、この大人5人ですね、はい、大人5人が、ね、まあ、まず料亭で会って、はいはい、まあ、まず何で会うかっていうと、この人がスータンとリリーさん、うん、リリーじゃない、桃子と一緒に船で来て、スータンがこの人を道で寝てるっていうか、うん、寝てるところに、うん、そうそうそう、スータンが起こしてで出会って、この人はあの、この人って言ったら分かんないよ、小松警察官なので、あ、佐藤慶は、ね、あのお兄ちゃん探してるから探してよ、いないのみたいな感じでこの、そうそう、行くんですよ ね、 ね、警察に行くんです、ね、あの、お兄ちゃん探したいのよって言って、もしかして君のお父さんはこいつかいみたいなことになって、ちょっと出会うなんか、うん、っていうことでした。という、はい、なぜかこの5人が会食することになる、そうそうそう、会食をします、料亭で、ほらお茶会みたいじゃない、ほらね、あんな、なんか、あんな物々しいお茶会は、そう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 、そうです、あんな物々しいお茶会なんて、それで、まあ、で、うん、そのそこでですよ、うん、先ほどだから大島渚の、うん、その過去作で、うん、その延々議論する映画があると、はい、僕は日本の夜と、僕は見てないんですけど、うん、あのこの映画の中でもそういったなんていうか、ずっとこのやり取りをずっとするシーンがあって、はい、直接だから本筋とは関係ない話が延々織り込まれるじゃないですか、うんうん、日本の夜ときり、いや、じゃなくてこの夏の妹で、この大人たちの会話、うん、もう一番下品な会話はあるよ、あの下ネタの、あの殿山大治がこの 小山明子に向かって、あの鶴さんはいくつだったかっていわゆる戦時中のことを言うわけ、はいはいはい、で11歳だわって言ったら、今度佐藤慶演ずる国吉が、11歳といや、悲鳴にも行かない、まだ花のつぼみ状態だなとか答えるわけ、はいはいはい、で今度殿山大治はまた今度は佐藤慶に向かって、じゃあ君はいくつだったって言ったら、佐藤慶がもう皮は剥けてましたとか言ったら、今度小山明子がそうよね、あなたは沖縄県鎮隊だったもんねって言って、最低でそれで佐藤慶があの、いや、だから僕は死んでたら今頃県鎮の塔にいるよっていうか、なんかまだ下品な、もう下品な上にかなりバチ当たりなそう、これがずっと、これまたこれで終わらない、この後もずっと延々もう下ネタでこの4人、あ、5人だ、この5人が、この5人がいるところの 90% は下ネタしか話してないからそうそう、なんじゃこれあっていう映画だった、これすごい大人たちですよね、うん、まあそういうなんか本筋とずれるところはいっぱいあるけど、まあそこが微笑ましいというか、うん、微笑ましいか、いいけど、なんかいいんですよね、妙にリズム、なんですか、こう親しみが持てるっていうのと、リズム感が妙にある、なんかあっけらかんと喋ってるっていうか、うん、あ、あのなんか議論戦わしてる感じはしながら、じゃなくてね、うわ下品面白いって感じはするんだけど、うん、気持ち悪い汚らしいっていうような陰、うん、に入った感じではない、ね、な楽しい飲み会ですよね、そういう意味ではあんまり一緒にはいたくないけど、いたくないけどね、うん、いう感じで、うん、それは本当に面白い、うん、黒トカゲさんがさっきミキコさんが発した意味軸もっていう言葉に素敵な日本語だって言ってます、ね、ありがたき幸せですありがとうございます。あと佐藤慶って、はい、警察とか体制側の人間を演じると燃えるんだよなと燃えばい佐藤慶にも燃える地震列島と宣戦布告の官房長官役は私のつぼで、佐藤慶って、会津若松出身なんですけど、市役所で戸籍係してたらしいんですよ、役者やる前から、その隣に役所工場あんないい声で、そうそうそう、だから元々体制側の人間なんですよ佐藤慶は、だからちょっとしっくりくる感じこんな怖い顔でね、そうそう、この時もなんかあのこの飲み会5人で、はいはい、まあ飲み会っていうか、まあ夜食の会、うん、でお開きにしちゃうと、はい、じゃあ翌日あなんか今回はもうこの時間で閉廷にして、はい、翌日何時何分よりまた会を開けましょうって、なんかだから裁判っぽい感じになってる、あの喋り方がなんかこうツボにはまってるなと思ったら、後に、はい、あの東京裁判っていう映画のナレーションやるので佐藤慶、へえ、俺は東京裁判を先に見てるから、はいはい、このこう佐藤慶がこのセリフを喋った時に、ああなんか東京裁判だと思い出したんだけど、いい声してます佐藤慶。あのでも会食のシーンは本当に不気味でしたよね。あ、一応みんな画像を魔法の技を使って再現した画像があるんですよ。全員白い服をね。なぜかみんな白い服なんですよ。もうちょっと大きくしてから見ればいいのに。小松芳生さんがこの歌を歌うときに手拍子するんですけど、その手拍子がものすごく下手くそなんですよ、ね。リズムが。あとこの
トウラじゃなくて何でしたっけ。トウラ6個とりあえずトウラ、あ、いきなりトウラ6個を取り出したんだ。あ、三味線は弾くんですよね。これじゃなくて、これじゃなくて、いや、これじゃなかったんだけど、でもこれじゃなくてね。あ、そっか、このないのよ。この歌もなんかすごい引っかかるよね。三味線を弾いて、あの一応沖縄の歌っぽい歌ってましたね。歌をあ、これその紹介の前の方、まあ、特艦のみんなでこうヒアリングしてもちょっとあんまり何ね、この歌に関して、あ、そうそう、トウラ6号が歌う、歌に関してはこの沖縄劇映画大全を見る と、軍人武士と書いてあるんです。あ、そうそう、軍人武士、うん、はあ、トウラ6号、あ、そうそう、今もうなんかもう勝手に出てしまったからなんか、はいはい、トウラ6号が歌を、ウチナ民謡を歌うシーンがあって、はいはい、これね、歌ってるシーンですね。歌ってます。なかなか、なかなか歌声でしたね。これはなかなかの歌声で。これじゃあ、はい、これも劇映画大全から引用させていただきますと、はいはい、トウラ六甲が演じる歌者、歌う人ね、はい、今この画像に合わせてちょっと歌う、はい、歌います。テルヤ林徳はカデカル林翔のイメージを模していると思われるが、うん、そのトウラが劇中で下手くそな軍人武士を歌い全てを台無しにしているっていうこれセラさんの意見ですが、しかもこれ意見ですが、全く同感です。しかもこれこのアートシアターのシナリオでこの歌を歌ってるシーンで、このなんかトウラ六甲の歌に魂から聞き惚れてるみたいなって歌、みんなで全員特艦の全員でヒアリングしたんですよ、方言を、うん、でもなんて言ってるかわからないところが、あ、どこ行ったか結構ありましたね。いやー、でもこれ誰かに吹き替えさせればいいのに本人に歌わせるんだと思って。歌手役なんですかね、テルヤなんとかって。あ、そうよ、ですよね、うん、あの、そう見えないからわかんない。かなりの本物の歌い手みたいな感じに言われてましたね、はい、沖縄の心を今歌えるのはこの人しかいないみたいな、はい、佐藤慶が紹介したんだっけな、してこれかよみたいなツッコミは、うん、まあ、けどさ、これってさ、うん、ゴジラ対メカゴジラの、はいはい、琉球王朝の末裔だって言われたら、あ、そうですかって言うしかない感じじゃないですか。それはもうベルベラリーンかトウラどこか、そうそう、仕方ないですよ、はい、あ、いたんだね、生き残りがみたいな感じだから、はいはい、そこは温かく、あっちが本物だったのか、実は、そう、温かく見守りましょう、うん、なるほど、で、ごめんなさい、ちょっと話、ちょっとまとめじゃないですけど、はい、ちょっと話していきますけど、その僕は議論になっていってからが面白いなと思って、うん、いろんな話が錯綜するじゃないですか、その当時の話とか下ネタの話とか、はい、でどっちが本当の妹なのかとか、妹なのかっていうことも含めて話して、あの、これ卒業なのだからあんまり、うん、失礼いたします。で、はい、こういったいろんな、まず料亭、見えますけどね、料亭での話、そう、料亭の話もそうだし、うん、その後だから一旦閉廷して次はビーチで、うん、お酒を飲むと、はいはいはい、でそこら辺のいろんな話が錯綜するんだけど、うん、じゃこの作品って何を目指してたんだろうっていうところですよ、うん、はい、何をテーマにしようとしてたかって、はいはい、いうのは結局復帰ですよね。復帰、あ、これですね、はい、とりあえず沖縄は復帰しましたと、うん、あ、とりあえず今これビーチのシーン画像を見せましょう。皆さんがこう会食というか、こうやってこういうなんか、なんか大きなエマニュエル夫人が座っていそうな椅子に座って、うん、そうで、みんなでこの椅子に座りながら、これは一応あるんだけどね、出してみますか、うん、ジョニーウォーカーを飲んでるって、そうそう、ジョニークロ、ジョニークロとジョニーアカがいましたね、よいしょ、山のようにこれか、はい、あ、そうですね、はい、こんな感じですね、はい、うまいな、あんまりちょっとこれはな、まあ真ん中に今、栗田裕美演じるスータンがいて、うん、周りちょっと、まあ、白い服ばっかりでちょっと分かりにくいかと思いますが、こっちに佐藤圭、小山明子、戸浦六甲、殿山泰治、小松法政と、うん、一番陰にいる、うん、これわざとだよね、こういうみんな白っぽい服装にしてるの、うん、だからまさに儀式、うん、儀式というか、もう死に装束なのかなと思ったけど、まあそういうわけでもないのかな、そこら辺もちょっと考えましたけど、まあ絵的に綺麗だよね、このスータンが白い、まあ、ワンピースというのかな、まあ、ワンピースですの、あと、ね、あとちゃんちゃんこみたいな、はい、赤いちゃんちゃんこみたいなのを着てて、うん、で後ろにこのまたオレンジというか、まあ朱の色のテント大きなテントが張られてて、はい、うん、なんか不思議なコマーシャルのような世界だったよね、はい、なぜかテントの下にはみんないないっていう、そうなんだよそうなんだよ、みんな日に当たる熱いところ でね、小松法政だけですよね、うん、そうそう、ちなみにこの時だよ、下ネタとか会話してた、そうそう、今リュウジさんがねおっしゃってたところで、ね、結局沖縄にまつわる話なんだよね、はい、殿山泰治もだから、そうそうそう、まあ、で殿山泰治は死に場所、はい、でトウラロコは殺すべき人間を見つけたと、うん、あ、殿山泰治は死に場所とか殺されに来た、殺されに来た、殿山泰治、でトウラロコは殺すべき価値のある日本人に会ったと、うん、いうことけど延々酒を
組み交わすだけなんですけど、そうそうそう、ずーっと、うん、ずーっとね、ナルトーラ六甲と差し向かいでずっと酒を飲んでるだけっていう。でまた佐藤慶と、佐藤慶はまあ沖縄の人で、小松芳生は戦後の話なんだよね、復帰前の、うん、いわゆるだから日本、沖縄が日本から切り離されてる時に、うん、京都に大学に行った佐藤慶の、また戦後の話なんですよ、はいはい、あの東浦六甲と、東浦六甲と、殿山泰治は、はい、いわゆる戦争で、うん、あのいわゆるだから殺された側、殺した側、うん、いわゆるだから日本人と沖縄人の、うん、まあ、対比というか、対比、悲劇的な、うん、あの関係性を2人見せてるの、うんうんうん、で、小松芳生と、うん、佐藤家は戦後の、はい、まだ沖縄がアメリカの施政、アメリカ、いや、アメリカ統治下で、自由に本土に行けない時代で、日本から切り離されている時代の日本人と、うん、あ、日本に行ったそのウチナンチュと日本人の関係性を見せて、うん、で、うん、桃子と、うん、大村鶴夫と、あとスータンは、その復帰した直後、はい、沖縄が日本に戻ってきた、はい、にちょうど青春時代を過ごしてる若者、まあ、その申し子というか、申し子なのかな、いわゆる今現在、その1972年、うん、今現在を生きてる日本人とうちなんちゅの関係なんだよね、うん、はい、ちょっとね、見た目が誰が沖縄の人かなんか分かんなくなっちゃいますけど、だからこの、うん、いわゆるだから3つの時代のうちなんちゅと日本人の関係性を、うん、実は落とし込んで話してるんだよね、でそこら辺居直ったりとか、うんうん、あ、そこら辺を誰が悪いとかいいとかいうことは言わないで、はい、それをただ提示してるだけで、はいはい、卑猥なギャグを混ぜながら、ね、トントンとさせて、はい、って言いながら、あっけらかんとこれをパンと散りばめてるような感じの、ね、はい、なんか不思議な感じで、そこら辺はだから面白いなと、具体的に何かこうどうのこうのって言及も何もしてないんですよ ね、 だ、 ね、うん、だから面白かったのが、だからなんだ、謝罪しろとか、うん、俺はやっちまったんだとか、うん、俺はこんなに辛い目に遭ってるのにとか、遭ってるとか、ね、お前のせいだとか、うん、とかいうことだけじゃなくて、うん、それはそれっていうことでそのまま、そうです、ね、ポンと見せてる、こんなことがあったよっていうだけの話で、ね、そうですね、この二人もそのお互いが殺されたい人と殺した人って分かった瞬間にこう酒を組み交わし始めましたね、そう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 、だからそれをだから、まあ、なんていうの、重苦しくやったらリュウジが最初に言ってたその、ね、最初の大島、はい、うん、島渚の監督作品に、はい、感じるイメージっぽい、積極臭いとか、はい、作品になりそうだけど、硬い感じになりそうだけど、それがスカッと抜けてるもんね、なんか、そうそう、そうでもないのが夏の妹だよ、けどちょっと考えさせられるというか、はい、あ、そうだよなって思わせるところは、そこら辺やっぱ見せてる、はい、けどだからといってあの難しく終わらない、こうでないといけない、ああでないといけないって感じじゃなくて、お前はどうするんだとかじゃなくて、はい、なんかやっぱりスータンがやっぱ突き抜けてんだよ、スータンが、このキャラクター映画の主人公の女の子が、だこれ今は見てもね、全然彼女は感覚的に動いてる映画だからね、うんうん、あの、スータンのキャラクター、はい、そうそう、だからやっぱスータンの、ね、だキャラクター、スータンをはじめ、スータンが一番なんだけど、うん、スータンが一番、うん、あのキャラクターが本当に面白い人たちばっかりだから、はい、これあの時代背景とか難しいこと考えないで、うん、今見てもいいなと思ったんですよ、はい、うん、沖縄映画としてあまりそこら辺深くなんて勉強しないでまず見てもいい映画だなとは本当に思いましたね、うんうんうん、じんわりなんか考えていけばいいのかな、後でとか、後でというか、ね、とにかくみんな変だもん、うん、そうですね、うん、あと、まあ、黒戸掛さん、いろいろ提示して投げっぱなして大島渚の得意技な気がするって、そうなのか、それだそっちなのか、投げっぱ系だよな、うん、まあ、確かにそうです、でも、うん、そうか、バカ野郎みたいな、確かに今見ても、うん、あれいろいろあれでしたね、あのすごい印象に残ったスータンのセリフがありますよね、なんか非常に、あ、一言、うん、あの一言で、うん、それだけはね、チキショー、沖縄なんか日本に帰ってこなきゃよかったんだ。スータンのイラスト。そういう技。アドデーリだろ。アドデー沖縄なんかで。スータンが叫ぶシーンがありましたね。アリリーだ。帰ってこなきゃよかったので。なんか腹立つ。でもこの今回、あ、そのさっきのトロトカゲさんもおっしゃってましたけど、いろんなこうね、あの個性のある方々がいろんなこの提示して投げっぱなしのところを、スータンはそれを全くこのい、あの気にせずこう沖縄をあちこち行ってただ鶴を探して、彼女は、うん、恋愛っていうか、あ、そうなの、あ、そうなの、おじさん殺されたいの、あ、そうみたいな感じでこう行くんですね、まだ見ぬなんか お兄さん、うん、丘の上の王子様的お兄さんに憧れて沖縄に来てるからね、丘の上の王子様
うん、キャンディー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 が言いたかった。よいしょ、失礼失礼。はい、畜生が使えない不適切な発言だった。畜生、え、カタカナでも今漢字でした。あ、今はいはい、あれはスータンの喋り方はカタカナ的畜生で、はい、今そうか、メッセージ送りました。はい、OK です。はいはい、うん、ということで。そうですね、だから、あれも結局だからある意味ものすごい危ない発言じゃないですか、うん、沖縄になんか戻ってこなければよかったって言ったら、うん、沖縄からもう、うん、な、何それみたいな、うん、ひどいと思って、びっくりしましたもんね。びっくりするよね、あのセリフは。でもあれはね、あのスータンが単純に失恋した時の思いを、うん、突然失恋状態ですね、うん、それを失恋した直後に言い放った言葉なんだよね、うん、だから結局、復帰したことで生まれてきたこの兄に会えることになったっていう、うんうん、で状況が、ね、実際に会ってみると失恋しちゃったっていう、うんうんうん、まあ、単純にそれだけだと思うよ、なんかあのスータンのあの感覚は、うん、あのイデオロギーがうんぬんとかそんなの関係なく、うん、ただ嫌になったでしょうね、うん、しばし庄司くんはこの妹のことをこの何でしたっけ、あの桃子さん、うん、リリーリリーさんだと思ってたんですよね、実は。そうそうそう、あの素直子イコールこのリリー演じる桃子だと思って勘違いしてるんですね。そう、勘違いして、ここもなんか説明するのが、それでこの石橋庄司さんがこのリリーを呼び出して、うん、この十字架があるなんか崖か何か、うん、どっかに呼び出して、はいはいはい、でこう抱きながら素直子僕の妹みたいな、うん、妹言っとけなんかセックスするんだぞあいつ。そうです、危険だよな。で君に優しくしてあげたいとで、それをスータンは目撃してしまってさっきのセリフを吐くんです。そうそう、もう無理もないような気がしますけどね、ね、この辺もよくわからないけど、まあ今ちょっと話したいと思ったんだけど、うん、複雑ですね、やっぱ物語。めちゃくちゃ 今話しながら、あ、そういう設定もあったなと思いました。スータンの目から見ても複雑なんですよ、うん、分かります。この過去のこといっぱい言われてもね、おじさんたちに言われても分かんないの、スータンには。複雑だから、そうそう、だからだから分かんないって、こう耳を塞ぐシーンもありました。なるほどね、うん、あ、なんかあれ、なんかまとめをミキコさんにされてる。なんか私こう並々ならぬ思いがある。あの素直子にとっても共感したわけです。今すごく納得してしまった。あ、そうなんです。だからこの最後さっき白装束に見える服を着てた人、あれは過去なんですよ。全部沖縄の戦後も戦前も素直子にとっては過去の話なんです。なるほどね。そうだから、あのおじさんたちはついてきて見守ってるだけなんです。新しいこれからの未来を素直子が見つけていかないといけない。あ、だからついてくるなって言ったのか。そうそう、ついてくるなって言ったの。そうです。さすが、まとまった。なんかまとまった。ついてこようとしてた人たちについてくるなって。そうそう、あのみんな最後なぜかこの素直子がパーってこの海岸をしてると、あのさっきの白いこの白軍団の人たち、実はあのあるよ。なるほどね。ちょっと待ってください。じゃあ写真。ああ、写真じゃない。あの今すごいなんかストンって入りましたね。今そのシーンを見せましょう。そう、じゃあこれ、はい、今画像よろしいでしょうか。こっちですかね。はい、これついてきているおじさんたち。まあまあ。右にでっかい岩があって、そうそう、リリーも含めてね、まあ、波打ち際ですね。これ この番組沖縄の人どれぐらい見てるのか分からんけど、これはおそらくあの南部のミーバルビーチというところですね。新しい原と書いてミーバルです。ミーバルビーチ、新しい原ね、うん、ミーバルビーチ。そうそうそう、あの今ねみんなこれ白い服を着てあの画面に向かって歩いてるんですけど、はい、これはあのスータン視点だよね。そうです、うん、でスータン視点ですね。もう一つの、はい、うん、スータン視点なんですよね。はい、画面もう一回お願いします。はい、こうです。あの今スータンとね、まあ、奥にちょっとまあ、うん、人が今見えますね、さっきの怖い方々が、ね、怖い方々がいて、はいはい、ついてくるんだよねこの二人。そうそうそう、なるほどね。ミキコさん説によると、うん、そのスータンにとってこの白装束の大人たちは沖縄と本土のいわゆる過去、そう、うん、今までの歴史です。しがらみを背負った人たち、歴史です。事実か事実じゃないか分かんないけどね。だからスータンにとっては、うん、そこはもう関係ないと。そうそうそう、彼にと、あ、ま、彼女にとって沖縄っていうのはお兄さんであって失恋であって今現在の話であるわけ。これ確か問い詰めてるところだったよね。そうです、そうです。これある意味すごい逆転現象ではあるんだよ。あの大抵さ沖縄側の人間が本土の人間を問い詰めたりする映画って結構ある、まあそうだね、いわゆるだから被害者としての沖縄、うん、加害者としての本土、うん、なんだけどこれ逆転してるんだよ。もう関係ないもん、うん、あのスータンにとっては、あ、スナオコにとっては沖縄も何も関係ない。とりあえず憧れのお兄さんなのか、来てみたんですよね、
お兄さんにとっては、うん、そうそう、あの、まあ、さすが、はい、そうそうそう、いや、あのね、俺、あ、ごめん、なんだ、なんだ、どうしました、今日さ、イラスト一人でイラスト描いて、うん、この映画分かったつもりになって一人で越に入ってて、うん、だったのに、もうミキコさんのさ今のこの完パされた分析でもう、もう、もうさ、ひっくり返された、確かに言うんだよな、いや、あ、納得しちゃった、振り返って、もうついてこないで、そう、はい、ちょっと、そうそう、すごい、妹萌えとか言ってる、そうそう、俺が恥ずかしい、黒戸影さんの、だから今書き込みですが、わかんないがね、なるほど、それは今に至る日本本土の人間の暗喩なんだけど、そうなんです、うん、そう、で普天間わかんない、うん、オスプレイわかんないってことが数段深いぞと、そうなんです、で、あの、このさっきの個性豊かなね、普天間とオスプレイ今です、登場人物がいますね、で、この人たちがこのいろいろ本人たちが体験した事実を語るわけですよ、うん、あの、まあ、誰に語るともなしにね、うん、でさっきのこの、5人組の話、あれいない、いなくなっちゃった、順番覚えれよいるの、いなくなっちゃった、あの、さっき語るわけですけども、うん、それがどれが事実でどれが事実じゃないのか、どれがどこまでの本人の主観で、うん、そうでないのかっていうのはスーターにとってわからないんです、あ、この5人の人たちの、みんながそれぞれの自分の目線でこの、うん、この歴史のことを語ってるんですが、うん、この自分が親 が真実か、親だったかどうかとかも含めてね、うんうん、スータにとってはそれは人から聞いたことであって、どれが真実か誰にもわからないっていうのが、あ、誰にもっていうか、スータにとっては誰を信じるかどうかはもうスータ次第というか、うん、それぞれはそれぞれの歴史を体験してきてね、うん、語ってますよ、こうだった、ああだった、うんうん、こうだった、ああだった、でもスータからしてみたらどれも同じなんですよ、どれも人が喋ってる、自分が体験したことじゃなくて見聞きしたことなんです、これそれが実際の本当の話、真実なの か嘘なのか、スータンの世代、スータンにとっては、うん、まあ、判断をつけられることではない、ではなくて、ただ過去であることであって、自分とは直接関係のないことだ、そうそうそう、なかった、もうで過去の出来事なんです、歴史ですね、でもそれで生まれちゃった境遇に翻弄されてるってことでしょ、そうそう、だけど、そうそうそう、だからこの自分なりの答えを探したいっていうのが鶴を探したいっていうことなんです、うん、で結局失恋したともう一回なんか探しに行くとか言ってたよね、そうで一番最後、スーターがね、ナイトに帰るんですが、うん、その一番最後に、はい、そうそう、力をつけて、その松浦くんが言ってた、うん、力をつけて精をつく料理でも食べて、ザキですね、また戻ってくるって言い方だったっけ、そうそうそう、スータンは力をつけてもう一度来るみたいなこと言ってました、そうそう、あの、力をつけてもう一度、またこれがアホっぽいセリフなんだよね、しまった、アホっぽいセリフに俺は見逃してた、うん、もっと力をつけてここへ来て、本当の大村鶴尾くんと会うんだとっていうのを宣言して帰るんだ、認めてないんだね、鶴尾だから、あの、スータンの中でははっきりしないままなんです、そうだね、うん、そう、いや、もしかしたら鶴尾らしい、でも私はそう認めたくない、それは結局だから、あの、スータンにとっては、あの、実際それがなんか本当にそうなのかどうかっていうことじゃなくて、うん、自分が信じられるかどうか、そうです、信じられる人を見つけられるかどうかであって、本当かどうかじゃないと、そうです、うん、はいはいはい、うん、自分ので確かめたいわけですね、なるほど、乙女だから夢は崩したくないんだよ、なんか、あ、だから、はいはい、そういう大人たちに怪我されたくないわけですよ、ね、なるほど、自分で決め、あの、自分が信じれるものを探さないといけない、そうそう、そうです、そうです、そうそう、怪しいおじさんたちがみんないろいろ言ってるけど、だから最後の方に、だから私はこう思うっていう、鶴尾に向かって本物の大村鶴尾くんを探しに行くんだ、うん、来るんだって言ってるから、そうですね、この鶴尾も信用してないからね、そうですね、そうそうそう、私のなんかこう丘の上の王子様じゃなかった、そうそうそう、確かにぐっちゃぐちゃだもんね、白馬になった、自分のお母さんとなんかやっちゃうし、そうそう、だからこのさっきの内地日本の、まあ、お母さんになる人関係で言ったら、内地の側がもう一回じゃあ君の本当の沖縄を見つけに来るからねって言って帰っていくっていう話、うん、おー、うん、なるほどね、黒トカゲさんがやばい夏の妹ちゃんと見返したくなった、マンニー見た時は日本映画専門チャンネルで流し見、しかも佐藤圭ばっか見てたから、あー、流し見か、あれね、うん、あの、俺沖縄の人にも沖縄の人が見ると、うん、はい、もう一つ、まあ、楽しみが増えるっていうのが、はい、いろんなロケ地、はいはいはい、やっぱりあの復帰の頃のロケ地、うん、一応これ一種の観光映画にもなるのか、うん、もう実際映画の内容で、うん、あの普通の観光しようってセリフがあるね、あるもん、ね、実際それこそ姫路の塔行ったりとかっていうところもあるから、うん、その姫路の塔なんかあれだよ、例のあの知ってるかな、1975年あの海外と同じ年に皇太子に、はいはい、
昭和50年、50年、うん、皇太子にあの火炎瓶が投げ込まれた、はい、はいはい、あの姫入りの塔の、あのこの塔の隣のね、実はあのここで自決があった壕に、うん、過激派が2人潜んでたのね、うん、で皇太子がまあ慰霊というか、まあ、花を喧嘩みたいに喧嘩するために来た時に、突如そこから現れて火炎瓶投げ込んだんだよね、うん、まあその人のまあや、まあ、やめとこう、はい、話がそれるから、はいはい、そのまあ事件の3年前に撮られたその場所のシーンもあって、はい、姫入りの塔のこれなんかロケ地の画像を、あ、イラスト、あの魔法を使ったイラストを、うん、あのさ、あんまり強調するとなんか怪しい。はい、まあとりあえずイラストです。はいはいはい、上手なイラストね、夏の妹のですね、はい、あの姫入りの塔のイラストの6番、あ、6番、はい、はい、ちょっと画像を見ていただきましょう、はい、こちらです、はい、これ姫入りの塔をイラスト、はい、あの、はい、これ今もありますね、姫入りの塔のあのこの百合、ユリの、はい、あのレリーフです。あのこれを実際この映画の中で、あのこの右側スータン、うん、左側の白い服を着てるのは、桃子さんですね。うん、さん付け。はい。でこれ酒飲みながら観光してんだよな。こっちのまあ後ろに、この二人の後ろに、虎山大使がビール飲みながら。っていうか、あのあ、スータンも飲んでるよ。あ、そうだった。あ、スータンも飲んでる。そう考えても15歳だけどね。どう考えてもそう。缶ビール、うん、バムグイグイ飲んでるから、ね。あ、その前に、はいはい、あのまあこれ沖縄の人はわかる。あの俺なんか世代だったら分かるかもしれないけど、むつみ園っていうところがあって、うん、はいはい、あ、これも画像見せますか、うん、はい、見せますか、こちらでございます。これはだけではちょっと分かんないか、でも、まあ、こういうシーンがあったですよね、はい、うん、これ外に向かって手振ってるのかな、うん、むつみ園っていう場所で、うん、でこれビールを、うん、飲むシーンがあります、ね、このエキストラというか、殿山泰治さんで、左のこの女性、今ビールジョッキを持ってきたお店の方です、うん、はい、でこの人がむつみ園のおばさんなのかどうなのかっていうのを、この番組を見ている詳しい人がいたら教えてほしいんだなと思っています。すごい範囲が狭まっています。あのね、あの国際通りの、ね、今もある水上店舗というところがありまして、あの国際通りのね、あの繁華街オーパビルの隣です、はい、この水上店舗の2階に、かつてね、むつみ園というひらがなでむつみ橋通りから通ったの、うん、むつみ園というですねお店があったんですね、有名な、結構これをやってた方が有名な、うん、山城善光さん、山城善光さんと沖縄の革新運動のかなり、まあ、有名 有名なあの復帰前、本当は戦前からなんだけど、ね、劇場映画館とかも経営したりとか、あの実業家であり政治家であり運動家でありということで、うん、あのすごい面白い方がいたんですけど、この方の、奥さんが、うん、オーナーがこの善光さんで、奥さんがこの、この人じゃないかなと、この女性がこの山城善光さんね、この伝説の、方なんですが、その方の奥さんとが出てんじゃないかと、このビールジョッキを持ってる人よ、はい、この泡のないビールジョッキをねでこのまたこれだからビールジョッキ3つ運んでくんだけど、やっぱりスータン飲むんだよね、これ当たり前のように飲んでましたね、15歳のスータンは、はい、飲みます、飲んでましたね、誰も叱らなかった、ね、40年前は良かったですね、いいのか今気づいたけど、今気づくのもどうかと思うけどな、はい、はい、まあ、ということでこれはむつみ園という場所ですね、はい、はい、もう他も見ます、マブ姉さんがこの、はい、あのツイートちょっとツイートちょっとつぶやきをちょっと見ましょう、ツタヤにこの作品あるかなということなんですけど、これって今レンタルとかはできるんでしょうか、ね、あるとは思うんですが、まあ黒戸影さんもツタヤにとって店によって、伝えって店によって品揃えがまちまちですよね、 DVD 化されているとい、ね、DVD にはなってますよね、 なってるけど、はい、そうですよね、伝えってね、もうメジャー級の作品ばっかりしか置かないから、ちょっとね、うん、伝え以外の何かしら何かを伝えオンラインとかでネットで調べると在庫確認できたりもするので、それで調べてみるのもありかと思います、ネットで貸すとか、はい、とかネットどこどこの何々店に在庫があるかどうかっていうのが分かったりもすることはするので、夏目元あるのかな、調べてみることはできるかもしれませんです、はい、黒戸岡さんが信じられればそれでいいで、夏目漱石のこの夢十夜の第1話を思い出して涙が出てきた、まさか決めたんで泣くとは思わなかった、申し訳ない、泣かしてしまいました、感動してしまったんですね、みきこさんの分析でっていうことですかね、マップ、黒戸岳さんね、これも、むつみ園、提案なのですが、キネマ探偵団がおすすめする、はい、映画ファンが沖縄に来たらここに行けマップとか作ってもらえませんか、まあ、要するにあの ロケ地とかロケ地マップとかってことかな、ね、まあ、そういうのも作りたいっちゃ作ってのぶねさんはね、よく沖縄に
頻繁に来られるんで、うん、あの、うん、そうだね、その話はよく出るんですけど、浅野姉さんって沖縄にいる方ではないの？いや、ではないです、はい、マップって楽しそうですね、はい、あの、うん、いつも来ていただいてありがとうございます。マニアックなところとかいろいろ、うん、はい、出てくるかもしれませんしね。いやだからこの夏の妹とかは、あの本当になんか沖縄のまあいろいろまあ有名な観光名所とかもだし、まあ、うん、けどいいですね本当に、うん、信長さんの提案。うん、今だから、いや違う、提案は黒戸影さんです。あ、ごめんなさい、黒戸影さんの提案、これ、うん、はい、これだからあのスータンみたいな気分になりたかったら、うん、このコースニーバルビーチへ、はい、私もや探したいです、うん、ちょっとね、うん、こうバイオレンスな気分になるんだったらみたいな、うん、小座と金の町に金の町に行けみたいな、うん、こう宝の地図みたいなね。そうそうそう、桜坂、そうですね、桜、あ、そう、桜坂でも、うん、網走番外地コースとか、バスを、夏の妹コースとか、いきなりコース、どんどん構成されていきますからね。コースとか、そうそうそう、いきなりコースやだな。これツアー会社に提供するか。いいよね。うん、とてもいい、ね、アミューズメントトラベルが大変。アミューズメントトラベルか。とりあえずなんか中国人と結婚してなんか食堂経営したかったら石垣に行けみたいな。ペンギンコースね。ペンギンコースとかね。ちょっと流行り物入れてみたりして。夏の妹コースで誰が来るんだよ。殿山大治。最後ニーバルビーチ。いや、殺されに来た。殺されに来た。ビール飲まされまくるんだよね。殺されたいあなた。殺したい人がいます。うん、っていう感じ。何来たらここへ行けマップ。私も佐藤慶が立った場所に立ちたいんですって。佐藤慶が立った場所ね。全部空港とかな。あ、けど本当あるよ。警察署とかね。沖縄決戦で、うん、沖縄決戦で、あの演習を、うん、あの見ている、なんだっけ。丹波哲郎、はいはい、小林啓樹、うん、中台達 也、うん、この3人が、双眼鏡で、うん、覗いている、うん、石垣の上とかね、うんうん、もうそこはねいつでも連れてきますから、うん、連れてく連れてくんだ龍二が案内するとか案内します。佐藤家、あのビーチの場所も特定したいな、ね、あのさっきの テントの張ってるとこ、いや大体うちら把握してるんだけどね、うん、ミーバルビーチのあのここら辺大体実は分かってるんですよ、うん、多分ここだなって岩の形とかで大体分かるから、うん、すごいですね、すぐ分かるんで、でもちゃんと確認取りたいね、はい、ちょっとこれでちょっと人儲けしましょう。あの黒戸影さんも私が行きますと夏の妹コース。でも行きましょう。でも40年も経ってね、ずいぶん風景も変わっちゃってはいるけれども、ぜひ菊村さんと一緒に。まあビーチとかはまだそんな変わってないかもしれないです。いや、本当だからここら辺もね、こうなんつうかこう旅行者としてのこの企画を開発しましょう。ダンカンがパチンコ打った店は行きたくないです。そうそう、いいね。ダンカンがパチンコ打った店は俺は案内できるわ。これ面白いよ。本当あのなんかここら辺で、いやもうすっかりもう風景も変わってるんですけど、実はここにいるこの集落の古老に、はい、スータンについて聞いてみましょう。スータン来たよって来たよ。そういうなんかいい話を。あの、あ、そうだ、大島の手間のね。何年前の大島ね。大島、天ぷらが美味しい大島。あ、そうそうそう、天ぷら。ちょっとそこら辺含めて、はい、あの、新企画が持ち上がった今。はい、こう、あの、そうそう、でここに来たらまず DVD 見せるんですよ、はい、DVD 見せてここですっていうことで、あ、そのワンシーン、ワンシーン見せてここですということで、はい、皆さん白い服を着てくださいみたいな感じで、みっこさんがスータンです、なんでスータンですじゃないですか、ついてきなさいよ、松浦君がスローですっていうことで、ついてこないでだったから、そこら辺追いかけていくっていう、さ、で海に飛び込んでパチンコ店に入ってみんなの顔を銀色に塗るわけですね、銀色、もう話が錯綜していろんな作品が、松浦君に沖縄語教えてもらって、はい、うないもう俺なんてもうさ、もううちなんちなんか関係ねえよ、何を言ってんの、この沖縄が好きなね、こう見てる視聴者の大和の方たちに沖縄なんか帰ってこなければよかったんだみたいな感じで、もう僕たちは本土の人たちに向けてこう放送していきましょう。うちなんちゃ沖縄の映画サークル目にないですよ、もうついに行っちゃった、うん、そんな色気や商売っ気出すと田中真紀子に NPO 法人の認可剥奪される。大丈夫ですよ、あの後からまた変えられる、うん、そんなつもりにはなかったんですけどねみたいな。でも私本当に今回これ見てちょっとしっくりきました。あの私あの引っ越しが多くて沖縄後から来たんですけど、
なんか気持ちが整理します。一応沖縄の血は入っているけど、血はっていうか両入ってます。みきこの青春は横浜で過ごしてる。そうです、横浜なので、ちょっとスータンを通してちょっとしっくりきましたね。この沖縄に対する違和感であるとか、違和感とか、また沖縄に対する面白さとか、なんかそういうのをスータンを通して、そうそうそう、なんかしっくりした。そうそう、でなんかクーって考えると、さっきの基地問題みたいなこととかもね、なんかうわーってなるんですけど、なんか沖縄に住んでるとやだよみたいな。だから沖縄にいると、うん、これも考えないといけないんだ、これも考えないといけないんだ、しかも真面目にね、多いんですよ。お前はイエスかノーか、うん、あ、そうそう、答え求められるのが多いんですが、言わないといけないなと思うんだけど、うん、ちょっとそればっかりだとちょっと苦しいっていうのがあるんで、ね、あ、そう、うん、あ、今、ズッカ778283、十字架のある丘は八重島ですね。いやいや、あ、そうなんですか。そうなの、去年行きました。あのみんな見ててわからなかったんですよ。あ、画像あるよ、画像。あ、ごめんなさい、これ、今突然ズッカーさん、ズッカーさん、え、ズッカー兄弟、ズッカー兄弟、ジェリーの方ですかね。詳しいな、すごい、ありがとうございます。17、そこをね、みんな探したい、探したい、はい、今ちょっと、この場所、実は、はい、この場所が分からなくて、ちょっと、まあ、白くて分かりにくいかもしれないですけど、ここに十字架がね、ね、これ、映画の中で、うん、あ、まあ、ちょっと、桃子が、桃子と、鶴尾、鶴尾がちょめちょめする、山城慎吾的なちょめちょめする、これ次の絵、次の絵の方がまだはっきりするのかな。あ、こっちの方、うん、そうですね。これ、僕たちも分からなくて、これまで、ここはどこだってね。八重島シスターみたいですね。八重島ってどこですか。八重山のこと。違う、あ、違うの。八重島どこだったかな。あ、いや、恥ずかしい。すごい、沖縄の人みんな揃ってるけど、あれ、知らない。いえる、ズッカーさん教えてください。待って、八重島って言ったら八重島社交外かな。そう、あれだ、高山、なんていうのかな、東側っていう、あ、北側っていうか、北側、高山の北側、沖縄市の割と北側、北、北東側って言えば、じゃまだ十字架残ってるわけですね。去年、すごい、去年行ったってことは、去年あったってことか、吉原の裏の方だったっけな。はいはいはい、八重島、情報ありがとうございます。分かった、八重島公園だ。ありがとうございます。公園があるじゃないですか、パークアベニュー、パークアベニューもずっと上の方に行って、そのなんていうかな、なんかちょっとごめん、マニアックな今話になっちゃったんで、ありがとうございます。ちょっと情報ありがとうございます。沖縄、沖縄映画ロケ、マップ、ロケマップというか、マップにも、まあ、ぜひここ、ロケガイドじゃなくてツアーですよ、ロケツアー、はいはい、ロケツアーをしようと勝手に盛り上がってたら、なんともすごい情報が来ます。今はもう十字架はありません、はい、ですよ、ないんだ、ないのか。去年行った時はじゃなかった。コザです。だからけど、今度行ったらまた十字架があったりしてね。あ、じゃあ立てておきますとか言って、そうそうそう、もしそこに今十字架があったら僕たちかもしれません。誰も知らない、それは誰が立てたのか、ね、分からない、分からない、分からない。これなんかネットとかで探しても誰も、そうそう、誰も、まあ、そもそもだから、うん、夏の妹自体がマニアックな、すごいですね。どちらの方でしょうね、ズッカーさんね、ありがとうございます。情報ありがとうございます。今回は本当にマニアックすぎて誰がついてきてるか分からないです。ありがとうございます。黒トカゲさん、そんなに沖縄の問題を浮き彫りにした映画なのに、トーラさんの歌がグダグダだったってどういうことなんですか。それも含めて、いや、グダグダでいいやっていう感じですよ。それも含めていい、うん、俺それであれ見た時ひっくり返りそうだったからな、これどうにかならなかったからここだけでもと、それまでに散々なんかちょっとな期待を高めるようなこと言って、まあ、そこら辺沖縄的優しさみたいなことでちゃんと演じましょう。いや、まあ、ある意味、まあ、貴重なシーンになったけど、トーラ6個のリリーとか石橋庄司とか本物の歌手がいる前でですよ。あ、そっか、勇気がいったですね。まさしくですね。いうことで、なんかちょっと話がこんなに盛り上がっていろんな話が出てくると思わなかったんですけど、違う、黒トカゲさんがなんか十字架と書いて YouTube を貼ってくれ、私だけの十字架だと思った。特捜最前線で、それは俺大好きです。それ俺も大好きだけどな。はい、すみません。その十字架じゃないです。特捜最前線の私だけの十字架じゃないです。はい、はい、ということで、ごめんなさい、なんだかんだ言って、今日出演してるみんなが面白かったと思います。意外な話が出てきたりとか、
あのミキコさんの分析が入ってきたりとか、はいはい、いやあのもう大歓迎でしたよ。今日なんか発見ばっかりです。佐々木守の話もできたし、これちょっとできたし、うん、今日はいい、うん、今日はいい夜だったな。何を言ってるの。大島渚監督ありがとうございます。いやこれ、ね、この映画は本当に何回見ても楽しめるような作品かな、うん、特にうちなんちとかは沖縄の人は。ありがとうございます。あのいろいろ情報ね、うん、お寄せいただいた方も皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。どこかで見つけて見て自分ご自身の目で。はい、確かめてください、ね、ご覧になっていただきたいです、はいはい、よろしくお願いします。ということで、はい、メインウンタクですね。ネタバレごめん、はい、夏の妹がこんなに可愛いわけがない。今更言うと恥ずかしい、ね、バレわけ、はい、ということでございました。今風にね、はい、今風に、はい、ということでありがとうございました、はい、じゃここで一旦 CM ですよね、うん、中休み、中休みを入れて、うん、あエンディングまでそのままいっちゃいますか。ああという手の声が聞こえております。はい。じゃあちょっと告知を2つばかり、はい、そのままやります。エンディングですそのまま。はい、ありがとうございました。はい。告知。告知。はい。どうぞどうぞ。まず一つ水曜切れたんで一度、俳優の内田修作さんにも来ていただいたんですが、うん、大林信彦監督のこの空の花、うん、沖縄で上映されないねって話をね番組でもやったんですけど、うん、ついに12月15日、うん、桜坂劇場で公開を決定しました。よっ、はい。はい、前回の金曜キネタンの時はまだ未定だったんですよね。そう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 。それがちゃんと、ちゃんと、はい、金曜キネタンでも一回告知しましたよこれ。あ、そっか、うん、あの日にちがまだはっきりしなかった。そう、12月公開っていう、はい、いう話で、これが12月15日ということで決定したということでございました。ぜひね、あの沖縄在住の方は見に行っていただきたい、はい、また僕ももちろん見に行きたいと思います。はい、はい、でもう一つ、もう一個というかね、今日たまたま俺ポスター見かけた、うん、はい、告知というかただの情報なんですけど、はいはい、12月22日23日国立、はい劇場沖縄大劇場で、はい、琉球刺激 お芝居です。あの映画じゃなくて虎北へ走るという金城哲夫が金城哲夫さんが書いた、琉球刺激、沖縄芝居、ウルトラマンのね、うん、ウルトラマンの金城哲夫の、はい、というお芝居が12月22、23日にやるそうです。というこれは上演される機会ってまずなかった、あんまりほとんどなかったんじゃ、じゃあすごい貴重な機会なんです、うん、ね、演出は高木良秀さん、これもまあ大御所ですね、沖縄の有名な方ですね、演出家の方です、ね、翻訳演技指導は北村三郎さんという、翻訳、あの翻訳っていうのは、金城哲夫さんはこの脚本日本語で書いてるんですよ、そう、標準語で書いてるので、沖縄方言か方言に書き直してるということですね。すごい面白い。金城哲夫さんはネイティブじゃないんですか。あの方は一応、ネイティブだよけど喋れなかった、ちょっとかん引っ越し引っ越しとかいろいろあったんでね。あなた中学校から山本にいたんだそうです。そうです、あの玉学園、玉川学園、玉川学園、はい、はい、ということでございました。あ、菊村さん、ちょうどあの黒戸さん、菊村さんを葉っぱして、はい、菊村さん葉っぱかけたからそろそろ、はい、はい、あのちょっともうそろそろエンディングなので、はい、あの一言ぜひください。黒戸さんが、はい、今お待たせいたしました、途中まで忘れてたということでした。こちらの方に来ていただいて、はい、こっちこちらにいらしてください。今黒戸さんがあの爆破して、はい、最後まで150トンで爆破して、はい、あの菊村さんが生還しました。菊村さん、菊村さん登場、あのなんだ今勝利者インタビューみたいな、画面に向かって、画面に向かって、まあまあ黒戸影さんに向かっててもいいですよ。あの今日いかがでした、みっこさんが良かった、やっこさんが良かった、みっこさんが良かった、あの分析が良かった、僕のイラストは、まあまあ、まあ、あ他の方はどんな感じ、まあそんな感じ、まあそんな感じでした。黒戸影さんいかがでしたか。今日の玉音でした。いただきました。はい、今日の玉音です。ありがとうございます。玉音はい、ということで菊村さんのねお褒めの言葉もいただいたので、はい、今日は丸く収まったということで、はい、いいのかな、ハッピーエンド、はい、ありがとうございました。あとなんかあとつながったっけ、台湾カフェストーリー、ちょっとチラシとかがないんであれなんですけど、琉球茶館、琉球茶館という沖縄県那覇市内ですね、はい、琉球茶館というカフェで、台北カフェストーリーというですね作品を上映しております。今月いっぱい、やってるそうですが、まだまだじゃん今月いっぱい、はいはい、そうですよ、なので11月いっぱいやってますので、ネットの方で詳しくは、琉球茶館、琉は流れるですね、山水の琉に求める、うん、はい、琉球茶館はお茶の館ですね。琉球茶館というふうにすればサイトが、そちらのサイトが出てきますので、そこに詳しい、はい、上映情報出てきますので、ぜひね検索していただければと思います。はい、という感じでよろしいでしょうか。はい、次回の
聞きますの違いはですね、金曜キネマ探偵団、はい、特艦小僧の、はい、事務所で行う金曜キネマ探偵団は11月16日飲みましょう、はい、はい、飲みながらやります、はい、で、その次の今回の水曜キネマ探偵団12月の水曜キネマ探偵団は12月5日になります。20回になるよ、第20回です、ね、もうそんなになっちゃいますか、今年ラストですね、そうですね、もう今年ラストの水曜キネタになりますから、うん、ぜひどこともお見逃しなく、米国大統領選で菊野さんが当選、おめでとうございますすごい、それは何か一言当選したんです、ありがとうございます、オバマに今日 の吉水のコレクション、お宝が、はい、じゃーん、じゃんじゃん、なんで横に見せる、こっちから出すかな、こっちから、いやもう次回でいいんじゃないですか、次回ですから、でもせっかく、ああ次回にしようかな、こっちです、あった、よいしょ、はい、はい、今日は何だったの、はい、はい、グレムリンのブルーレイです、え普通じゃん、普通でしょ、うん、こっちにあのジョーダンテの直筆サインが、どうしてどうして、これ吉見さん書いたんじゃないですか、違いますよ、本物直筆なの、直筆です、ジョーダンテって書いてる、なんでです、自分で書いて秘密中秘密だそうですよ、あんま字綺麗じゃないね、うん、まあそんな感じのお宝でした、すごいね、やしみさんブルーレイ持ってないそうですよ、そうブルーレイプレイヤー持ってないんで見れませんしてます、はい、というわけで、はい、やっぱ最初も最後もグダグダになってしまいました、はいはい、水曜キネマ探偵団これにて終了でございます、最後までご視聴いただいてくださいましてありがとうございます、じゃあまた次回もよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、金曜キネタン11月16日にお会いしましょうということですね、はい、さよなら、さよなら、さよなら、ありがとうございます、すいませんすいません、夏の妹あな キネマラボ特艦小僧の水曜キネマ探偵団、沖縄屈指の映画教集団キネマラボ特艦小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組、ユーストリームで全世界に配信、キネマラボ特艦小僧の水曜キネマ探偵団、